はい、えー、ということで、あのー、去年もやったんですけど、えー、北海道にね、住む、えー、松井海君と、えー、陣内春の対談動画ということで、第2弾をお送りしていきます。よろしくお願いします。はい。ということで、ま、ああの、あれを撮ったのって、去年の春というかね、うん、うんえ。その後、一回、 1回とか、まあ、8月に僕が北海道に滞在したときにめっちゃ遊んでもらいましてあれは楽しかったですね楽しかったですね <laughs> <laughs> もうでも半年経つなのにいやなんかそんな感じですね早いなあのシャコタン半島のドライブも最高でしたね、うん、いやそうですねあ<ー> <laughs> いやあのシャコタン半島もよかったし、うん、その前の日にね うん、夜に15分で帰れる道のりを1時間か2時間ぐらいかけてドライブしたああ <laughs> やりましたねあれはれあれはだめなんか本当に <laughs> 社会人やってる人のね <laughs> ずーっとその界隈を <laughs> なんかあれあの時に車止めるとなんか話す内容変わるような感じするんだよねなんかねなんか思い出した 夜景の綺麗な場所に出ちゃったりとかして。その話したら妻、うううん、妻が、え、付き合ってるのもう付き合ってる人のムーブだったもんね、GPS が<や>ね。それも明らかに平成のムーブでしたね。ねえ。なんかもう、話がもうゾーンに入ったんだよね、なんかね。<laughs> こ <laughs> れはだから、まあ、キリスト教のね、なんか教会の話とかね、そういうやつでね、これ、うんまあ、は楽しかった。<laughs> <laughs> 何の話しようかっていう感じですね。うん、ねもう何も決めてないんですけど、なんだろうな、だからあれからのこともあるし、あの時のこととかも、まあねえ、なんか、こちら、あみことか、あ<ー>前っと、 新ームどんどんも見てね。うん。うんそうですね。あのー、こちらこう私が去年見た映画の、うんえー、ナンバーワンだったかもしれないですね。あ、マジですか。えぇ。あ、そう、うんあ。あれからも見ました。あ、また,たい、ねはい。また。うん。れか目も見ました。うん、で、なんかね、あの、原作、原作もの、 なわけですよねそその小説があるからそうだ,、ねうん、だけれども映画がそのちゃんと解釈するっていうかね、うんあのー、映画として理解をして映画表現にしてるとかっていうことを考える意味でも、うんうん、あのー、めちゃめちゃ面白かったですね。あそうだ,ねだからか映画にする意味をちゃんと分かってるというか。 ただ映像化しただけじゃないからね。こ、うん、れは上手だよね。僕は、うん、もうあれは、そのエンドロールがもう100点だなと思ってて。あの、絵とかさ、うん、最後トランシーバーでとか。完璧だったですね。エンドロールでもう全部持ってかれたかな。うん、あとはその、いあれ、坊ーズのあの子がさ、うん めっちゃ内面がイケメンなんだよね。そうそうそう。<も>う <laughs> めちゃくちゃかっこいいんだよね、あいつね。そうそうそう。しびれたなうん。あの、同じ今村夏子さんの星の子の映画の方にも。あの、似たようなタイプの男の子が出て、出てきてましたね。そっか。そうか。うん、星の子もそうか。そうそう。あれ見た。そういえば、あの、N. H. K. の。神の子はつぶやくって見た。 いいや見てないです、ね、あれね、めちゃくちゃ良かったですよ。えー、あれでも、どうやって今見れるのか全然分かんないんだけど、全然分かんない。なんかあの、NHK スペシャルの宗教二世の、うん、何、扱った何、えー、シリーズがあって、最初の週がドキュメンタリーで、えっと、その次の週に90分のドラマを、 放送したんですよで、えー、それが、えっと、あのー、田中玲奈さんとか、あとあのあれだよ、だから、佐々木インマイマインの、うん、あの、カラオケ屋の彼女ですよ。はいはいはい。あの人すごい最近、めちゃくちゃ出てるね。あんま名前がパッと出てこないですけど。そうそうそう,そう。 あの女優さんがめちゃくちゃなんか映画映画として素晴らしかったかな,なんかもうドキュメントドラマを超えてあれ別に映画館で1900円払って見ますよ普通にっていうぐらいできが良かったそしてなんかそのフィクションとノンフィクションがこうシームレスになってるのも面白いですね、うん、その企画としてああそうだねそうだねうん だから宗教二世関係ってさいろいろあってあのー、星の子もそうだし、うん、あと8日目のセミってのがあって、うん、あれもね、うん、完全な宗教二世ものなんだよね、うん、えっと8日目のセミは原作とかよくわかんないんだけど、うん、えっと長作ひろみさんが出てますね2010年とか。 なんかそのあたりの作品で、うんうん、まあ映画としてすごい評判が良かったんですよ。でもすごい面白かった、うん。えー、あ、そうですか。見てないので。だから、宗教偽物のなんか僕は一番今までで良かったかもしれない。その、神の子がつ神の子はつぶやくやつが一番良かった。ああ、そっかそっか。いいですね。そうなのそうなの うんうん、なんか、あれですよね、く君の8月に会ってからのこの半年の変化で言うと、陣内義塾のあり方も少しこう、ね、バージョンアップをして、なんかはいろ、はいろ新し、まあ新しくスタートしているような今、そうなんですよね、いろいろちょっと試して、メルマガも再開したりとか。うんうんうん えー、そうなんですよね。なんだろうあのの。ノートのねマガジンで、メルマガの今までの大部分を読んでもらうようにとか、いろいろ工夫してなんかやっていって、なんかいい,おい,いとこれに落ち着けばいいかなというか、お落としどころというかね、なんかあれだよ、だからどし読書会とか映画会とかもしようと思ってて。 いるので <laughs> うん、うん、なんかね、あの、また、教えてもらうこともあるかもしれないあ。いやいや、うん、あのー、とってもいい、ちゃんとこう、料金が発生して、うん、あのー、あの最初ね、私、駿君んんの、あのーいわ、いわゆるコンサル的なものを、集団でも受け入れるよって話、もう、ましたよね、うん、YouTube で。はい、グループでね。はい,はい、グループで。うんうん、なんか、それを聞いたときに、うんうん あ私もそれなんかできるかな、なんかやってほしいなと思ったんだけど、なんか例えば私がこう知り合いの人を3、4人集めて、うんえと、話聞いてもらうとかっていうのもいいかなって思ったんだけど、なんか、く君の場所だからこそ出会える人とか、あーそうね,そう,ねなんかそういうのがあったらいいなって、なんかその時に思ったんですよ。であ、その後にメルマガをする人もいたので、うん ああそうかと読書会とか映画会みたいなのがそういう場所になっていくんだろうなってなんか思ってなんかわ、うん、かんないどうなるか本当わかんないんだけど全然わかんないけどでもなんか僕はなんか読み弟子セミナーをさ3年やって、うん、なんかあれ的なものはなんか可能性を感じておりえっと結局あ,あれ を通してねなんか出会って結婚したとかの人がいたりとか、なんかビジネス始まって、うん、なんかそういう発展があるから、えっと、再会したいなっていう気持ちと、えっと、まあ、多分再会はもうできる状態ではあると思うんだよ、その感染症で言えばね。うん、えっと、だけど、なんだろうな、なんか、えっと、また違う形の再会 会をししになななりうるかかもしれないと思ったのなんかオンラインで毎月読書会とか映画館とそういう感じのなんか学習する共同体みたいなものになっていくといいな、なんか常,常設の四に弟子セミナーみたいななんかそういうことをちょっと狙ってはいるんですよね、まあ、どうなるかわかんないけどそんな感じで。 なんかああそうだろうなと思いながら、うん、ルーを読みました。ああだしあのそうな,るなっていくような気がしました。うん、それはあの読書っていうあの軸が一つあることでんかさらにこう豊かなものになるんじゃないかなと思いますね。ねなんか人間ってそ,そうなんだよね。なんか なんか一番豊かな人間関係の一つは僕はなんか読んだ本について語り合うことだって佐藤勝さんがいつか書いてる。うん、割とずっと心に僕はそれを止めていて。で、なんか映画と読書と、あと僕、キスもなんかできないかなとはで、なんかちょっと考えてるのよ。なんかどっかで、えっと、どういうリズムになるかわかんないけど、 四人弟子セミナーっていうのはそのケース僕が3年とも作ったんだよね読み出しでそのケースについて語り合うっていうただそれがそのグループのダイナミズムとかがその同じ空間を共有しているがゆえの えと創発性っていうのは絶対あるから、うん、それがオンラインで別に再現しようとしたら絶対失敗する気がするんですよねでもオンラインだからこそのケースとかディスカッションの作り方を工夫すればなんか面白くなったりしないかなとかっていうのは今かいやこの間その,、うん、あのドバッチのね、うん、ドバッチが専門学校で講義するのについて,、うん、つい,ていったんだけれども、うん、あのそこでドバッチ こっちはもうケースをを使てて講義をしてましまたへ、ね、えー、そうなんだ、うん、だからもうお同じまあいわゆるえっ、ー、とーねええー、ヨニデシスタイルっていうよりもその前の CHL かうん、うん、あのーねうん、ずっと10年ぐらいやった、うん、その医療者のためのううんん、<laughs> セミナーのまあ、えー、学,学生バージョンっていうかへえー、それケースはドバッチが作ってる <laughs>、うん えー、それでな何人ぐらいえっとね56人のグループが10個ぐらいあったんで、うん、ああーなるほどねうんでほとんどグループワークでえー、まあ問い,問いを問いかけては、うん、そのグループで話し合ってえー、っていうのを繰り返してて、うん、あ面白いなと、えー、っていうか、えー、なんかその、えー、ドバッチの講義のスタイルもバージョンアップしてるんだなって思って、ねね、それ何90分とかで収まるの えっとね、何分だったっけな ?2 コマ分かなだから、かああ、そっか。なるほど、なるほど。午前中いっぱい使ってた。へうー。うん、で、えっと、そのファシリテーションしていくみたいな感じ。うん、ホワイトボードとか使って。そう,そう,そう,うん。へだけど、ファシリテーションも、うん、私が CHL 見たときよりも、うん えっと、ファシリテーションもしなくなってると。あ、しなくなってるこれがあるんだけど。はい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 。いや、うん、多分そのセッティングだと、あのスタイルは無理な気がするよ。うん、なんか、ね、あれって少人数だからできるんで、そうそうそうそして、うん。空間共有して少人数だから、あれだけ、なんだかな。うん、ある種密度は濃いけど。うん、だから、でもなんかケースの良さもあると思っており、まあ、読書も通じるとかあるけど、ケースの方がより、 なんか、まあ、僕は一緒にヨニデシュセミナーを3年やってみてなんか一番良かったのがなんかあの人生ってテーマ別に区切れないなっていうのがよく分かったんですよね。なんか本だとさそれそうちょっとそうなっちゃうじゃんどうしても。本っていうのはテーマを設定するものだからその、えっと、人生を CT スキャンした断面図になるわけでだけど人間の人生というのはもう勇 器物なので仕事は家庭抜きに語れないし教育っていうのは仕事抜きに語れないしとか全部つながっていくからその全部を全部として語ろうとするとなんかケースっていうのはこれはなんかいいなっていうなんか手応えは得ているんですよねなんか <laughs> 私その2023年に感じたことの一つに、うん、あのオンラインで未来り私の取り組んでいる未来づくり大学も、うん オンラインで、えー、といろんな活動を展開してるんですけど、うん、一方であの北海道の教育委員会の人たちと一緒にあの各地域の教育局に出かけていってその研修でなんか少し公師的にお話しさせていただくみたいのを去年何回かやったんですよ、うん、だからその時に思ったのはでもやっぱり地域っていうのは本当に空間を共有してる 昔ながらの地域、うんまあ、場に文脈があるとしたら、そのちゃんと文脈を共有しているような仲間づくりとか、地域づくりとかっていうものが、やっぱり、なくならないっていうかね、うんあの、どこまでもやっぱり我々はリアルに生きているから、うん、そういう部分をなしには生きていけない。で、一方でオンラインがこう活発化していったり、 我々もオンラインの取り組みをなんかやっていくことで、別にそれは悪いことじゃないんだけれども、でも、そのどこまでも具体的に私たち生きている地域性みたいなものを引き受けながら生きているものと、オンラインでのそのまあ関係とか、オンラインでの自分みたいなものと、どうやってこうつなげていくかみたいなのは、すごい大切なあのポイントなんだなと。だから オ,オンラインでセミナー、4人、うん、でセミナーをやったときに、うん、各人の、その、地域の肌感覚と、少し離れていってしまうみたいな。いやこれは多分あると思うんだよ。なんか、あのー、ね、これ、本当に不思議なんだけど、僕が、その、この3年とかってさ、その、皆がオンライン1年生からね、3年生まで、 やったと思うんですよで、まあ、もちろんその濃淡はあれのあれどうで僕は割と濃い方ではあると思うの僕の仕事柄とかねで実際その陣内技術とかでもやってるしそう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 でなんだろうでオ,オフラインでもえっと同じようなことを試みてオンラインでもじゃあそれを再現するにはどうしたらいいかいやこれは再現できないじゃあどうするかみたいなのをやってきたから えっとそれで言うと、なんかね、オンラインで一番僕、これは僕だけかわかんないけど、オンラインとオフラインの違いの一つに、オンラインだとね、なんかね、定期的に会ってても、名前覚えにくいなって思うんですよ。<laughs> なんかないですかわかんないけど。なんかね、表示されてるんですよ、毎回。だけど、その、ある時にその人が、その表示が、なんていうの iPhone の表示になった時に<笑><笑>、うん、あれこの人の名前なんだっけみたいなのがオフラインではありえない忘れ方をするっていうかわ、うん、かるようなな気がします、ね、なんかこれは何だと思ってて多分なんかその人がそこにいるというそのタンジブルな実在っていうのがやっぱないわけでだからなんか,なんかその概念のやり取りとかはそのも,もしかしたらオフライン以上にはかどることもあるんでしょうが。 なんかその実在性みたいなものを一回感じた人とかとやるとまたそれを,だよそれを補完することになるんだけどもうオンラインで出会った人とかっていうのがなかなかその自分の中にえっとどううのかなそ,のその人のその人性みたいな位置を占めるのにすごく苦慮するというかでその人とまたオフ会みたいなことをするとまた変わったりとか。 んな印象ですねいや、そんな気がしますね。あの、この1年、オンラインで会ってたけど、リアルで初めて会って、は、あ、はじめましてですよね、みたいな、結構、私もありましたね。あるね。それちょっと考えなきゃいけないことを。いや、なんか、あの、最近のく君の YouTube で、あの、 えっと、えっと、質問を受ける。あ、うん、あ、そうそうそう。うん。それも新しいコーナー。人内全部、そうそうそう。はい、それであの、質問をねあの、セミナーで話したときに、受け付けた質問表を読み上げていくようなことやってたの、うん、聞いてて、あ、うんうん、あ、なんか私、まあ、当たり前なんだけど、しゅ、うんくんの実践っていうか、やってることって、うん、YouTube だけじゃないじゃないですか。うん、うん、そうだね。うん、<laughs> でむしろ YouTube では見えてこない部分が、 うん、あのほとんどのはずなんだけど、うん、私からは YouTube が、あのー、大きく見えてるんだなっていうのも思ったんですよ。地域協会でどんなふうな実践をこれまでしてきたのかとかつ、うんうん、アボランティアをどういうふうに、うん、今あの考えてるのかとか、うん、なんかそっちもしゅんくんの大事な実践なのに、うん、オンラインって、まあ、YouTube とオンラインを一緒にしていいのかあれだけど うんなんか、なんかそれもね、この数日か、なんか、んく君んの動画を見て思ったことだったんですよね。うんうん、そうだね、まあ、だから、なんかオンラインの可能性と限界って、なんかい、うん、だからやっぱ、そのオ,オードリーの東京ドームライブなんじゃないですかいや、そうそうそう。<laughs> そう思うんです。 いやだからね、うん、やってみたらいいと思うんですよ。あ<ー>その、うん、やってみたら、うん、あの、オンラインに振ってみたら、オンラインで、うん、いいところが見えてきて、うん、だからこそ、オフ会が、ねはいはいはい。そうなんだよね。あ,あの、だからわ、若林さんとかってさ、もう明らかにこ、こう、コロナ禍は完全に有利に働いた人だと思うんですよね。ああいう、その、 まあ僕もちょっと似たところあるけど、あのちょっと HSP 的なところがあり、考えすぎる人って、コロナ禍ではすごい有利だったんですよ。っていうのが、なんかね、コロナ禍の1年目か2年目とかに、すごい吉本芸人が苦戦してるみたいな記事を読んだことがあり、うん、でそれがあれなんだよね、なんか吉本の芸人さんって、楽屋で話をフラッシュアップするんだ だからみんなで、なんか5、6人で、なんか先輩とか後輩とかで、なんかバカ話をしながら、この間こんなことがあったんやけど、みたいな。ね。で、その話おもろいな、みたいな。なんか、それで、こう、ネタをそこでかけていって磨いて、で、ライブとかラジオとかでやっていくっていうスタイルが、吉本の強みだったんだが、そのコロナ禍で、その、 楽屋が消えた時に話すことがなくなって困ってるっていでえい、っとで、若林さんとかってもうそういうのを全く必要としない人じゃないですか。うん、自分の脳内でがずっと面白いから。<laughs> ね <laughs> で、そういう人に有利に働いたのがコロナ禍で、で、実際多分もうこの3年で、なんつうのかな、あんま若林さん自身はそういうの嫌いだと思うけど、芸能界における地位みたいなのは爆上がりしたと思うんですよね。うん そのあちこち踊りとかね,うね、うん、星野源さんともライトハウスをやり、みたいな。で、それはなんていうかんと、世間が彼の面白さに気づいたのもあるけど、多分コロナ禍はでかい気がするんですよ、彼にとってそうそうそう。そういうその、関西ヤンキー芸人たちが、勝手になんていうの、コロナ禍に苦しんでくれてたから、一人勝ちできたんで。うんうん、でもその赤ちゃんが、その、オフラインの、 東京ドームを今回やるっていうのがちょっとお面白いムーブだなと思いながら。ちなみに視聴者の人に言っとくと、今度 2, 2月18日、僕と海君はですねあの、東京ドームに行きます。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですよね。付き合ってるから <laughs> もう東京っていうだけでね、私はもう恐れてますけど、人がもう氷のように、氷のようにね、<laughs> あの凍える京と書いて東京だと思ってますからあなる人間関係なんて詰むことも凍えるに怖いと書いてそう思ってますからねもう本当にそうそうそういや楽しみですねそれが本当にそうなんですよそうなんですよオードリーオールナイトニッポンの東京ドームライブまあこれ 聞いてる人知らない人もいるからね。いや、それが、ね、あるんですよ。そう。いや、もう先行、先行予約がね、もう全部4回か5回ぐらいあったんですよ。はい,はいはい。それにねことごとく、ことごとく落ちていくわけですね、私なんかはい、はい、私ね。いや、それでもうあ、もうこれは、なんか途中からもう、心がなんか辛くなりすぎて。ああ、そうだね。 応募するのをやめたほうがいいんじゃないかとか、つらいね、それは。だからもしかして、このオードリーとか、まあうん、オールナイトの、まあ、いわゆるつけ焼き場の、チームつけ焼き場の人たちにとって、うんうん、東京ドームは失策だったんではないかと。はははいはいはいこ、はい、<laughs> んな熱烈なファンにこんな思いをして、新しくついてくる人よりも、離れていく人の方が多いんじゃないかと。 いうような気持ちで、うんあの、第3次選考ぐらいまで落ち続けて、なんかレポート書けそうだなと思ったくらい <laughs> <laughs> いたんだけど、はははいはいはい、はい、でも、第4次選考で合格,合格ですっていうか、出たときに、うんうん、またぐっと心をつかまれてしまって、ねうんえ。なんかかグッズとか は買ったりなんかスタジャンとか出てるんでしょああいうのとか買ったりしてんの,あの,あのパマジっすかへえ。いや、そ、ねなん,かうんうん。ね、うん。ああ、いやいやいや。僕は、だからあの、タイ君はさ、だからもうでも武道館のさ、2019の武道館の時点でもう行ってるわけじゃないですか、そのパブリックビューイングにね。僕はもう後発で、戻りき 本当に聞き始めたのって、本当その頃なんですよ。うん。あの、それ以前は、オードリーのリスナーではなく、えー、むしろ、それ以前はね、東京ポッド許可局と,とか、サンシロとか、まあ、何よりクリームシチューなんですけど、はいはいはい。まあそんなで、で、あの頃から伊集院さんとオードリーを聞き始めて、今に至るみたいな。うん、いや いまだに覚えてるんだけど、5年前ですよね、その交換。5年前に、私、ちょうど結婚した頃で、そうだよね。くんが北海道に来てくれたんですよ、結婚式に。結婚式に行きました。そしら、もう、私、結婚式に来てくれたくんに、結婚式の会場で、あの、くん私、オードリーの武道館のパブリックビューイング行ったんだけど、めちゃめちゃ良かったんですよって、あ一言目に喋ったんですよ。はいはい、俺、覚えてるよ、それ。 そしたらくんが「今じゃなくない?」って言ったのかそうかいやだかそのようなこと言っててでもさその海んの結婚式の入場のね10年20年とかあれがテーマだったんでしょその時にそれも後から知ることになるんですけどそうういいことかみたなテーマっていうかね「そのオードリーのオールナイト」で大切な時にかかるそうなんだへえ 大阪に帰っていった時の、うん、とか、そうなんだ。チーム付け焼き刃を知らない、全然知らない、ね。そとかあの、うん、別な曲別な曲に行くとか、うん、そういう時にエンディング曲で<あ>バンって流すんですよ。へえ、あそういう曲なんだ。そうそうそう。だからもう続々するへ<ー>曲で。へー ちなみに、その、今回のさ、星野源さんのお友達はどうなんですか、海君的に。いやー、ちょっとね、最初、うんいや、もちろん、あの、めちゃめちゃ来てます。うん,うん、うん、<laughs> だけれど、いまいち、最初はちょっとね、うーん、と思ってたんだけど、この間、あの、若林さんと、えー、春日さんがね、うん、いや、なんていうか、好きとかって、まあ、特にね、 えーまあ、異性、うん、同性いろいろあるけれども、うん、好きってかい感情って大したことないんだよなって話をあ<ー>話よよかったよね、うんうん、じゃなくて一緒にいて面白いとか、うん、なんかもう別に好きじゃないけどあんなやつ大したやつじゃないけれどもでも何してんのか気になるなとか、うん、そういう関係が好きよりももっと自分にとって、うん、大切なところにあるんだっのしてて。うん ういう歌なんだとあ<ー>、うん、なんかそれを聞いて、はい、あそういう関係ってあるよなってことをなんか思いながらえ、うん、もうエンさんと若ちゃんはもう親友だからね <laughs> あだからさわかんないこれ全然わかんないよその別に芸能人のプ,レプライベートを詮索する趣味は全然ないけど、うん、でもあれでしょ二人ともさ奥さんが沖縄の人じゃないですか。 いや、そうなんですよね,ね。だからなんか多分奥さん同士もよう、長いんじゃないかなとか俺思ったりしてんだけど。いや、可能性あるよね。いや。うん、だってやす、休みになったらね、沖縄に行ったりしてますよね。そう,そう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 。えー ね、4人で会ったりしてんじゃないかなとか,とかね、それはうがちすぎというか、<laughs> あんまこういうのはあんま嫌いだと思うけど、分かっちゃう。そして、なんか沖縄っていうとね、それこそ新チームどんどんじゃないけれども、構造的差別とか、マイノリティの支援みたいなことがね、ね当然入ってくる、えー、よねってことをね、あのまあ、期待を込めて、なんか想像をね。そますよね。 ライトハウスは見たんですか。あ、見ました。見ました。ああ、よかったよね。あれ。よかったですね。ああ、さんがまた仕掛けてるんですね。そういうあれは、あの、この間の伊集院さんのやつ。まだ見てない。そういあ、今、今話しながら、あ、見なきゃと思った。あ、見た、見た。あ、み、二回見ました。絶対見ます。絶対見ます。うん。あの、う見た方がいいですね。ああ、もう、絶対見ます。 はいあこのあと見るわ。へぇ。伊集院さんのベストバイも聞きましたかあ、今、あの一月一日の放送をその車の中でさっき聞いてきました。あ、そうです。私はもう上位に北海道の商品ばかりが入ってたのが、なんかうれしい。ああ、ねなんかあの、なんだっけ、えっと、そのカニの。そうそうそう。ねカニだソラチソラチ地ソラチ屋。あ、知ってるはいいや、知らなかったんだけど、 あとあれは、あの、鶏の串鶏。あ、それは知ってる。串鶏のスープ、うまいんだ。それはね、もう有名で、あ、あの焼き鳥屋に行くと、ああその、お通しみたいな感じで出てくるスープなんですけど、あああめちゃめちゃうまいですよ。あ,あ、マジ。え、串、うん、鶏って何その、札幌に何店舗ぐらいあるいや、めちゃめちゃありますよ。あ,あ、そう。うんんああのいろんな場所にある 東京でいう鳥貴族みたいな鳥貴族がね、札幌に入ってこれない理由の一つ。マジでええ、俺だから次北海道行ったら串鳥で飲みたいな。うんうん。あの、連れてってよ。ぜひぜひ丁寧に持っていこう。丁寧にあんの駅前に。あ、まあ絶対行こう。鳥貴族がね、2023年に うん、あの北海道に進出したはずなんだけど、うん、初の店舗がね、うん、でも夕方のニュースとかでは確か明らかにその串取りとなら並ぶっていうかねなるほど、うん、競合他社として何か扱われてたはずですねすげえすげえすげえいやだからそのそういうローカルチェーンは本当僕ローカルチェーン大好き人間でさいやいいねなんかその、うん グローバルチェーンを跳ね返す感じというか <laughs>、うん、あの北海道に千鳥がローカルチェーンだと思ってない人いっぱいいると思いますねああ何か何でローカルないのみたいなでも私なんかはあの一時期あの三四郎のボールとで<ー>鳥貴族の話をしてたりとか<ー>なんかそういうのに憧れてはい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 そうそう,そういや絶対 <laughs> 絶対口取りのがいいよ VT <laughs> は僕もい 聞いたことあるけどなんかねだからもうまあすごいだからほんとそういうタッチパネルで注文とかの先駆けでさだからまあまあまあねい安いしねコスパがいいのわかるんだけどなんか辛くなってくるよ結構 <laughs> いると串取りはねあれなんですよああその、お通しで大根おろしとああ そのスープを出してくれるんですよね。うんうん、でそ、それをね、まあ学生の頃とかは、うん、まあ。おかわりしてましたね。へえー、うわ行こう。次行こう。へえー <laughs>。だからこ<も>この前行って、ラッキーピエロとかね、箱田てのあれも俺全然知らなくて、行ったことある？あ、あありますあります。あるか、そっか。やっぱあるんだ。 うんうん、だからラッピーピリオに関してはもう札幌の人ですらわざわざ行かなきゃいけないぐらい、ね、そう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 ,そういやくしどり行きたくなりましたもんねへえ俺はのそのカニの恵みは変えなくてさだから今 <laughs> その空地車のねカニエキス青かどこか迷ってんのよねなんか、ね、多分なくなるでしょすぐいやそうですよね、うん、調べたら 北広島に直営店があるらしいんですよ。うん、ええー、そらちやの。<う>だからそこでね、おそらく、あのー、ねこんだしとカニだしが売ってるんだと思うんですよ。まさかのだし系がなんか、えー <laughs>。ねえ、なんか。<laughs> <laughs> いや、ベストバイは面白かったね。面白かったですね。ああ<ー>。うん、いや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 。 カイクはその、だらそなんか、僕、なんだっけあの、プレミアム放送で、映画ベスト10ね、うん、やってたんですけど、で、えっと、こちら、アミコ2位だったんだよね。ああ、私ね、それ見てないんだわ。あ、はいはい、<laughs> プレミアム放送の。そ <laughs> れで、えっとね、あれ、俺、な自分でやって1位を忘れてんだけど、<laughs> <laughs> あれ、俺何にしたんだろうな。何にしたんだったかな。ちょっと待ってよ。えっ、ー、とね、今見ると、えっ、ー、とね、 ええー。はいはいはい。ああ、まあか、怪物です、怪物。あ<ー>あ、そでそうそうそう。で、二位に、こちら、アミコとかなんですよ。えあの十位に、ケイコ、目を済ませてとかね。ああ、いいですね。で九位、マイスモールランド。はいはい、8位、ミナマタ。七位、ヤクザと家族。六位、ウィニー。 5位、君たちはどう生きるか。4位、ザ・ホエール。えー、3位、シーセッド、その名をアバケ。2位、こちら、ミコ、1位、怪物。<laughs> うん、そんなんなんですけど。いいですね。あのー、私が見たことあるやつの中では、<laughs> あのー、<laughs> 君たちはどう生きるかも。 私もファイブに絶対入ってきますね。ああなんかあの、はい、そうそうそう。この間、あえっと、読書会で、あのフェイブルマンズって見ましたか、うん、え、何フェイブルマンズって知らない。えっと、面白かったんですけど、スピルバーグの、えーうん、スピルバーグのが撮ってるんだけど、スピルバーグの自伝的なで。で、えー なんかね、今年、いや、この間あの、和田さんって、しゅんく君んもね、デー、oh. <laughs> トしたあの、和田さん和田さんにまあ、言われたん言われたん松井君はね、oh. Oh. 最近、その、伏線回収が嫌いだから、oh. <laughs> そのう、そういう見方をしてくると思うんだけどみたいなことなんか言ってて、oh. Oh. 確かに私、最近ね、oh. Oh. こう全てがきれいに伏線回収されていく小説とか映画とかが、なんかちょっと疲れちゃってて。はい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 。だからもう、サンキュー達夫さんがいつも言ってるよね。<laughs> そうそうそう、<だ>伏線回収がすごい風潮大嫌いって言ってるよ、ね。そうそうそう、だから、うん、私、それ、ああ、やっぱそうだなと思ってて、<laughs> 私のその気持ちをね、あのうん、君たちはどう生きるかはね、あのうん、救済してくれたんですよね。うん、あねなんかもう あ,あ、でもそういうことだよなと思うんだよねあれね。なんか夢夢みたいななんかその2時間俺寝てたのかなっていうぐらいさ、まあ、夢じゃんあんな。でもじゃあそれを夢を映像化しろって言われてたらできないの誰もそれができるのが「宮崎駿」という天才なんだなっていう、思ったな。うん、で「フェイブルマンス」はどういうことなんですか、うん フェイブルマンズもああのー、まあ、同じでは全くないんだけれども、うん、あのどっちかっていうと、もちろん私は君たちはどう生きるかの方がいいんだけれども、うん、あのー、細かなね、これが伏線回収だとかっていうのに全然意味がないなんかそ,そういうふうに作ってない。スー,ールバーグももともとそういうふうに作る監督じゃないんだよなっていうことを、うん、あの和田さんが言ってたんですね。なるほどねうん あであ確かにそうだなとなんかね読書会で、うん、あのひ東野敬語を読んだんですよねへえ<ー>あのー、最近のね楠木の番人かなあ知らない<ー>最近なんだ、うん、そうそう割と最近文庫にもなって黒、うん、編も決定してるとかってなんか言ってたんだけれども、うん、そのねあのメンバーの一人が中学生で、うん、あの中学生が ああ小学生から中学生になっていくに従って、うん、ちょっと大人の本も読みたいみたいな話になってきて、おじさんたちはそれ嬉しくてしょうがなくて、<laughs> <laughs> 一緒に読んでんですけど、えー、で、東の敬語読みたいってなって、読んでみたんだけど、えー、ああ、伏線回収がすごいですよね。ああ、そうかー。 まあ、でもミステリーはそうならざるを得ないのかもしれない。その、そ<う>あの彼はるまあ商業作家だからさ。やっぱ今の風潮に応えていかなきゃいけないっていうのはあると思うよ。別になんか、彼自身が伏線回収の人なわけじゃないと思うんですよ。うん、そう思います。そう思います。ね、なんだろう。僕はもう東野圭吾はやっぱり。なんだっけ。あの。えー、っと。名前はせいちだな。あのー。なんだろう。 あの、雪ほうが出てくる。もうサイ,コサイコパスのやつ。一番長いやつあるじゃん。ああ<ー>。えーっと。映画化もされてるやつですね。ああ、そうそう,そう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 。堀北真希で映画化された。うん、あー出てこないや。<laughs> は,いはいはいはい。<laughs> <laughs> はいはい。はいちょっと調べますわ。うん、あれ、もう僕はもう、僕は結構すべての小説の中でもベストなに食い込んでくるぐらい好きで。ああ、そうですか。うん。 あれだからちょっとある種。白夜行,白夜行あ,あ、白夜行なんですよ。で、玄夜っていうちょっとアンサーね、作品あ,あの2冊セットなんだけど、あの2冊が一番好きなんですよね。あれってもうミステリーですらなくて、別になんか真相がどうとかっていうことは全く関係がなく、うん、うん、ただただなんかずーっと薄ら 怖くてえ、なんかその人間の恐ろしさとか。<laughs> うん、でいて、なんか震災が絡んでるんですよね。うん、で、あのこ神戸の震災が絡んでるんですよ、百夜ね、うんうん。なんかそういう話で。で、僕、はい、その今年、えっと、2024年ベストブックが、このまだ3日なんですけど、<laughs> まだ3日なんですけど。<laughs> あって <laughs> それが「荒れ地の家族」ってやつで <laughs> え,ー、えーとね去年の芥川賞受賞作なんですね。あ<ー>で、えっとねし震災のらあの東日本大震災の話なんですよ。え <laughs> なんかねあの、仙台の書店員のひ人が書いた。 で,すよでこの芥川賞を受賞して専業作家になったんだけど<ー>もうずーっと商店員をされてた43歳とかだったかなでねなんかいや俺なんか震災関係の本ってすごいいっぱい読んだけど今までの最高のものは津波の霊たちってやつだったんですようん、あれすごかったので、うん、ちょっとそれを超えたかもしれないぐらいその津波の霊たちはちょっとその えっと、ジャーナリストが書いた、イギリス人の日本在住のジャーナリストが、読んだ気がするな、うん、<laughs> あのー、現地に行って、本当にまあ幽霊を見たっていう人があまりにも多いから、そういうのを聞き取っていって、だからそれがなんか霊的な現象だとかどうとかっていう検証ではなく、なんつうのかな、だからなん、うんす、もうちょっとすごい響いたんですよ、僕は、あのうん、津波の霊たちっていうのがね。 で、それをちょっと物語に落とし込んだようなところもありつつの、結局だから、あの震災から12年が経ち、えっと、やっと本当の意味で言葉化する人が現れたなっていうか、なんか、うん、でまた当事者だからこそ、んと仙台在住 <laughs> だからね、うんうん、語れるっていうのもあるだろうし、 あの新海誠のさ三部作というか、うん、えっと「君の名は」と「えっと、天気の子」と「鈴見の戸締まり」は震災三部作だと僕は思ってるんですよ。うん、でもなんか新海誠さんはある種ちょっと自分自身が被災者ではないからその辺の節度もわきまえながら距離をとって語ってるんですがその。 荒れ地の家族は本当にこうその内面から湧き上がる。結局なんか何を言ってるかっていうと、そのあの震災でまだ終わってなくて、もうずっとその PTSD が続いてるんですよね、地域としての。うん、なんかそういうものを言語化してくれたなぁって思って、よかったです。いや、そうですよね。うん、いや私,私も去年ね、このお正月に、うん、 うん、あ君の名はを見たんですよね<ー> <laughs> それでやたらいいって言いながら<ー>和田さんに「君,君と最新作をはの話,す話をするには10年かかるね」とか言われながら <laughs> あのいたんだけどでもこのね、えー、と例の、まあ、今も続いている能登半島の地震とか場所<ー>を聞きながらそしてまた伊集院さんが冒頭でラジオの冒頭で。 トークがかっこいいじゃないですかそうだねうん。あ、かっこいいなと思って、うん、でなんていうかそれをね最初しか言わないのがいやそうなんだよね極かっこいいんですよねうん、うん、繰り返し言わない一、ね、回やってで途中からね聞き始めた人にね、うんうん、何言われたってそれも休憩の覚悟で話してるわけですよね うん、そうだね。言い訳しないっていうね。そうそうそう。言い訳しない。いや、かっけえなーって思いながら、いや、去年、そういえば、私は、ね、君の名を読んだ、見たんだなーってなんか思い出してたんですけど。だから、その、あれなんでしょう、なんか僕、今日ネットニュースで読んだけど、 僕星野源の「オールナイトニッポって投資で聞いたこと若ちゃんのゲスト会しかないんだけどうん、うん、でもなんか彼はなんかそういうハートある人なんだなとか思うん、うん、私もあの聞いたんですけど今日ああそうなんだええ、うん、あのー、聞いてそしたらね急遽生放送に切り替えてああ<ー>うん、うん、や,やってましたねすごいね で、あれでしょなんか、オードリーのオールナイトもさ、3.11のね、一発目の放送で漫才したんでしょあ、なんかね、うん、俺、あれ、記事でそう、俺、あれをね、なんかねたたた、違法な形で聞いたのか、忘れたけど、なんかそういうのってかっこいいじゃん、なんか。わかる。いや、あれなんですよ。その、お まあ一周回ってオードリーの話なんだけど、<laughs> あの東京ドームで、あのでもグッズも楽しみ、私も楽しみにしてるし、うん、集まることもそうなんだけど、でも一番見なきゃいけないのはやっぱり漫才なんですよ。うん、間違いなくて、うん、でこの半年、1年ぐらい、そのトークを全然してこない、ね、してきてないですよ。よ、ねうん、でもねあの、若林さんは間違いなく考えてて、うん 春日さんは考えてないですよ。いや考えてないです。だけど、若林さん、それをね、仕掛けてくると思うんですね。いやー、そうね。いた子でしょ、その武道館のいた子の漫才。なん、ね、かあれがね、なんか人生最高の漫才って言ってるじゃん、うん、若ちゃんは。うん、それを多分超えようとしつつね、もうそれが多分若ちゃんの頭の一番ね、あ,あるでしょ。 そこをどうしてくるかな。そうな僕も思いますね。すあ、僕あれだよ。あの、だが情熱はある見ましたよ。あ,あ、見ましたか。うん。見た。見たんだっけ見ました、見ました。で、僕だからその、去年の秋いろいろあって、ちょっとね、あの、<laughs> なんつろうのかちょっと休んでる期間に見まして。<laughs> いや、あれいいね。あれなんか、かっためちゃくちゃよかったわ。めちゃくちゃよかった。うん、な泣いたよ、だから。なんか、普通に泣いたな。うん、うん、うん。いいですよね。うん。いや、なんか、私はもうなんか、半分感情移入しつつ、うん。半分ミーハーに見ちゃってるから、ーあー。あ、うん、聖堂さん出てきたとか。<laughs> <laughs> そういう風に見ちゃってるから。あの、そうだ ここへトークとか。そう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 。あれはだから海君になってムツミソ行ったんだもんね。いや、そうそうそう,そう,そう <laughs>。俺は行ってないけど。ムツミソも行かないとと思って、東京で一番行きたい場所だったから。<laughs> <laughs> で、シャイニングの。いや、これ最高だなと思いながら。いや、でもだから俺見て、ほんとなんか。 ちょっと、うん、まあまあ、あの、僕はしてあってさ、で、なんだろう、なんか一番俺泣いたらあれだかなんか2004年の山ちゃんの、その、えっと、m 1で、ね、うん、準優勝か。あれをテレビで見てるシーンがかな、なんか、なんか、 やっぱあのね、もう憑依してる二人もすごいし。うん、すごかったですね。うん。うん、で、もうあれがドッカンドッカン受けてる姿とか。漫才すごかったっすよね。いや、あれすごかった。完コピしてるって。うん。あの、あの、しずちゃんが出足で一歩つまずくの、ねうん、はい、はい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 。言、ね、ってましたよね。<laughs> あれすごい。で、また、やっぱ、 あ,あれはだからその脚本が本当にすごいなと思うのはさ、実際にじゃあ2004の m 1見ると、そのなんか、千ズちゃんがでかいこともネタにしてんので。そういうのを注意深く排除してんだよね。結局じ、現実とは違う身長だから <laughs>、してる女優さんがで。そういうのとかも上手だなと思ったし。で、あのし日の足りない二人の、えっと、2時間漫才。 あれって俺結局見なかったことをずっと後悔してたんだけど実は Hulu で見れるって知ってた。ああ私も見れてないんですよ。で見れんのよ。えー。Hulu で見れんのよあれ。俺もう,もう永遠に見れないものと思ってたんだけどいろいろ喋ったら Hulu で見れんの。Hulu だ,、うん、だと、あのー「だが情熱はある」も全は見れる。確かだからって結局なんか日 テレと提携してんのかなそかそっかなそそだからガキ使うの笑ってはいけないとかも全部見れたりとで俺ルフルをまたその1か月で解約をカードを切りまして <laughs> あ,のあのカードを切ってそれで <laughs> それで明日の足りない2人見てさ結局んかあのドラマってもう明日の足りない2人がもうあれでしょそのに向かっていくドラマじゃないですか。これは見ななきゃなと もうちょっと感動したよ最後やっぱりちょっとなない漫才で泣くってあるんだなみたいないやあの <laughs> 私もあの武道館の時もライブビューイングでしたけど、うん、最後漫才見ながら泣いてましたからはい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 か <laughs> っけーってあーーなんかだからね多分東京ドームの漫才 すごいことになるんじゃないかなと思うしプレッシャーもすごいんだろうと思うんだけどだ、ね。で、ライブビューイングやるでしょ、今回また。そうそうそう。いいよね、うん。あのね、グッズの中にあのロンティーがあって、ああその私、その画面ではめちゃめちゃ地味だから <laughs> なんかこれは買わないと思って買,わ買ってないんだけど背中アップしてみるとあ2005年、うん、オードリー小声トークライブ。 アッむつみそうキャパシティ10って書いたんですよ。ああ、なるほど。うん、で、その下に、東京ドーム2024、キャパシティ4万5000って書いたんですよ。お<ー>っていう、あの、いいね、あ T シャツがあってあ<ー>、かっこいいと思って。<laughs> <laughs> かっこいいね。<laughs> いや、かっけえなと思って、いたとこでしたね。 もうなんだろうこれはもうさ多分みんな思ってることだけど絶対星野源さん来るでしょいやいやそうそうそうもうもう、もう <laughs> 来なかったら逆になんでって思うぐらいの流れじゃんなんかシークレットゲストはもう決まっててでも多分もっと驚かそうとはしてくるから星野源さんはもう来ると <laughs> でじゃあ他にじゃあ誰来るんだろうなみたいなのとかを考えうううんうん、うん。まあ バーヒデさんとか <laughs> まあまあその辺だから <laughs> タイガさんとか <laughs> あの辺 <laughs> あの辺りなのかなあそうなるどうなるかねまあ楽しみですね いやそそれれがねあれなんですよそのさっきもちらっと話したけど <laughs> 2023年にあの高知の方に行って、うん、100, 100人ぐらいあの行政の職員の人たちがいる前で喋る機会があったんだけど、うん、あの公演,演っていうかしゃ,しゃべり終わった後に一、うん、人急いで駆け寄ってきた人がいて、うん、あ何かなと思ったら「うん、松井さんってリトルトゥースなんですか?」って。おーおー あのステッカー貼ってるんでパソコンに。ああ、そっかそっかそっか。それ見て、なんか、へえ<ー>。応援の内容全く関係ないですね。<laughs> <laughs> 僕も東京ドーム行きますとか言って、なんか、えすげえ。言ってくれた人がいて、すげえ。めちゃめちゃ嬉しかったですね。あの、豚丼屋の店主ではなかったの。あ、違ったっすね。だ,から <laughs> だけど、なんか、いくつか、その、何 <laughs> な、なんて言うんだろう。 帯広に若林さんが来てねえ。そうなんか聖地になっていることがあるから、かまた遊びに来てくださいねとかなんか、うん、ああ、そうかのパ、うんうん、あのーお、おかちゃんがねそう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 ーうそ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 うジャーマンポテトのはい焼きでみたいな <laughs> あのベンチプレスのやつとか見たうそ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  あれ,あれは、あれは、あれは面白かったね。お方 <laughs> マネージャー面白いね。いやー、あれ <laughs> で、で絶妙ななんか、<laughs> 絶妙、あれーいや、やっぱり、あれう <laughs> どうなっていくんですかね <laughs> その、クリームで言うババア的なね。まあ、そうだね、そうだね。いや しゅんくんがね、YouTube お休みしてた間、うんうん、私いろいろどうしようかと思っていろいろ考えたんだけど、うんうん、あのクリーム聞き直すことにしたんですよ。<laughs> おー、はいはいはい、はい。そのピースをね、埋めるためには、シュンくんの場所をちょっとクリームで一応代役しとくしかないなと思って、うん、<laughs> でも聞き直したんですけど、めちゃめちゃ面白かったんですけどね。<laughs> やっぱ面白いね <laughs>、えー。でもなんか <laughs> 結構間空いてるよね、最後に。 クリームオールナイトやったのって、でも、そっか。あれでやったっけ、二十五周年で、五十五周年か。五十五周年でやったか。なんか、あれが最後か。<laughs> 上田さんの、あれ、赤面、赤面って出しましたね。また、本。あ<ー>、<laughs> 本当、あ、それ、み、あ、本当に。ねうん、あ、マジで。はい <laughs>、うん、あ、買うか、無条件に買うわ。<laughs> ええー、あ。あ、嘘知らんかった。えー <laughs> オビかなんかに本当に本人が書いてますみたいなこと書いてある <laughs> へぇー、オビ今回誰オビ誰だったっけななんか若ちゃん書いてよね、一回ね。あ、そう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 ,そう。で、マツコ・デアックスが書いたりとか。今回誰なの太田さんかな,なんかね、あの、太田さんの本読,読みましたあ、読んだ読んだ。あどど年末に笑って人類でしょうんうん。私読んでないんだよな。えぇいや、 あの、内容動向とかは、これね、なんかね、えっと、太田さんの小説ってもう十何年前に一冊読んでて、うん、で、うい,ういやその時あんまりそんなピンときてなくて。トリックスターから空へ。あ、違うな。なんか、違うか光の子みたいな、なんかそういうやつ。あ<ー>なんかそ<う>そ、そんな感じのタイトル。うん、で、 まあ、笑って人類だけど、500ページとかあるのよ。<laughs> <で>めっちゃい。ハードカバーで。で、読んで、あの、なんだろうな、まあ、その、えっと、だから金、うん、近未来 SF で、しかも、その、うん、あ、これが日本だなとか、これがアメリカだなとか、わかる感じのポーズになってて、なんかそういうジャンルの本としては、 えっと、僕は去年読んだパンとサーカスっていう本が、まあ、抜群に面白くて、<ー>あとは、結構、村上隆の小説とかも、ちょっとそういう、ね、政治とかも交えながら、ね。らその、それと比較しちゃうと、もう全然、なんていうのかな、あの、やっぱ、えっと、深みみたいなものはないんだけど、僕は何よりも、やっぱ、これを、 あの忙しさの中書いたんだっていうことに圧倒されたね。なんか、<ー>すごいよな、この人のエネルギーというか。えー、圧倒されましたね。ええー、な。で、なんか彼のやっぱ、すごい思想っていうか、なんか、なんだっけ、憲法9条を世界遺産にみたいな本書いてんだ、ね、よ。<ー>確か、光さんって。で、なんか、 彼はだから本当にこうへ絶対平和主義というか、そうだね、うん、なんかそういう、うんん、だ案外だから彼って青,青臭くてナイーブで、だから全部彼のやってることって照れ隠しなんですよ。なんかそ,そういうのがよくわかるっていう。 青臭いっていうか理想主義っていうかね分、うん、かるような気がするうん、うん、でもそこがなんかとっても、まあ、素敵に映りますよねそれをそのままやっちゃうとただのバカだからずっとこう呂悪的に振る舞ってるっていうかそういうバランスの人なんだい、うん、ねいやあの人もだから学生時代はねもう絶望だったっていう話をずっとしてます、ね、あ<ー>絶望してる 暗い,暗いですよね、彼もね、うん。太 <laughs> 田さんこそ僕は m ワ1の審査員やってほしいなと一番思ってるんだけど、やらないだろうけど、あんだけ吉本衆というか。けど、なんかその資格があるのは太田さんだと僕はずっと思ってて。m ワ1は見ました。見見ました見ましししたたた、うん、面白かったし でも、キングオブコントの方が面白かったですね。ああ、そうね。M1 も面白かったんですけど。はいはいはい。いや、この、えっと、伊集院さんと、あちこち踊り出たやつ、ね。M1 の審査員の話来たらどうしますかっていう話。ええ、それは、若ちゃんが伊集院さんに聞く形。お互いに話して、伊集院さんが話してたの。聞いてたの。ああ、そうなんだ。そうなんだ。で、若林さんは、 あの俺は受けれないって言っててて言<ー>俺らが正統派の漫才に高得点なんてつけた日にはなんか <laughs> どうしたらいいんだよって <laughs> なんか言い話してましたね <laughs> 春日さんは「あのいた,だいた話なら受けます」って言って「<laughs> 一生懸命つけます点数つけます」とか言ってああ <laughs> そう,あそう <laughs> どうやってつけんだよって言われて いや誰が一番受けてたかとかとかってなんか <laughs> めちゃめちゃ浅いこと言ってました <laughs>。でだその若ちゃんが受けた日にはさもうさもう山ちゃんが嫉妬で死ぬんだよ。<laughs> <laughs> いやでもありえるんじゃないですかその W のね、うん、あの司会やったもんですね,うねえ。山ちゃんはやるでしょあの人は <laughs> <laughs>。いややるんじゃないですか <laughs>。 何 <laughs> <チ>で来ねえだろうなぐらい思ってるんよ <laughs> <laughs> コメントもね、あの練習していくんじゃないですか <laughs>。んい人だからねでもそう、だから、なんだろう、あのキャリアでさ、漫才をさ、ね、2か月に1本おろし続けてる人なんて、ほかにいないからね、うん。いや、すごいですよね。一番資格があるとは思う まあ、やんんないんでしょうねこれ,これ絶対オファーされ続けてるからそれでやんないってことはやんないんだなんなんかなぜやらないかを、えー、と上田さんとカメラ回ってない時に話してるのを聞いてみたいねいやーそうですね、うん、あと上田さんもそういうのをちょっと距離置きそうな人じゃないなんか <laughs> コメディってそういうことやねえんだみたいななんか哲学持ってそうでそうかもそうかも、うん 漫才はもちろんだけど、うん、なんか必ずしも漫才だけじゃないっていう、うん、まあなんか,なんかね他の人も当然思ってるとは思うけれどもか <laughs> 確かに、うん、太田さんにやってほしいないや俺もだからその絶対山田邦子じゃないと俺は思っててる、ね。<laughs> <laughs> いやで、あの、そのキャリアとかね、すごいと思うし、で、また、まあ、その多様な視点とかで言うと、別に、まあ、そういうのもありかとも思うけど、いや、でも、なんか、全然わかんないんだよな、なんか、いわゆる、こう、その、わからん、もう、M1 をどうしたいかにもよるんだけど、M1 って、でも、ある種、こう、漫才を競技化して、あの、しんすけさんの引導を渡すってやつと、えっと、あとは、えっと、松本。 とひとしの漫才の総合格闘技家っていう2つの理想のものだと思うからそういう意味で評議化してるんだとしたら絶対邦子さんじゃないんですよ邦子さんはもうバ,バブルの時代の楽しくなければテレビじゃないっていういわゆるその春日さんみたいな人だからね、みんながわははって笑ったかどうかしか見てないじゃないですかどれだけこうその漫才が革新的だったかとか なんかそういうとこを表せる人ではないと思うから、な,なんだだから、まあ、太田さんが面白いだろうなっていうのはずっとこの数年思ってんでいて、そのま、まっちゃんがこ, <laughs> これからどうなるんでしょうね。いやー、そうですね。いやー、どんな動きになるのかっていうことですよね。だから、ま、っちゃんはまあわからん、俺、まっちゃんファンだからあれだけど、うん、え、もうな。 でもやっぱそのワイドなショー、この10年ぐらい俺はまっちゃんから心離れたな、なんか、ちょっとなんかその安倍さんと仲良くする感じとか、あとその女性別詞、ね、っていうかね、みソジにみたいな発言もちょっと見てられないし、うんあ、こんなまっちゃん見たくないっていうシーンは増えてきた。まあ根は優しい人なんでしょうけどみたいな。そんなうんいや、あれですか、その、 松本ひとしさんだけじゃなくですけど、首はみ見てないんですか？首。首見ましたよ。あ、見たんですね。見ました見ました。岡山で見ました。あそうですか。首は手に入ってこないんですか？首は入ってないです。あそうなんだ。入ってない入ってない。で、いやだからね。いやでもそのもう脳内の爪痕ランキングで売ったら2位とか1位とかですよ。もうあんな忘れられないです。あんな。ああどうなんだ。 あんな映像は忘れられない。もう行かれてるっていうか。で、なん僕はもうやっぱたけし映画は、えっ、ー、と、まあ、基本全部好きというか、もうちょっと信者みたいなところあるから、うんうん、もう、むしろもう、消えしてるからね。だ,だ,うん、だからこそねうど、どう見たのかなっていうのは、なんか、んそれこそ YouTube で一本になりそうな気もするけど。はいはいはい。だから、僕はもうた、あの、キッズリターン大好き。 うん、でも、キズリターンは、たけしえかの中では実は異色じゃないですか。うん、青春っていうね。でも、むし王道、王道はやっぱその男凶暴につきであり、アウトレイジであり、ソナチネであり、みたいな。ちょっともうし死にたい人の話と、そういう暴力っていうか。あとこう、この世の儚さっていうか、そういうやつ。うん、で、 なんか完全にそれを戦国時代でやるなんて面白いに決まってんじゃねえかと思ったんだけど、うん、なんか僕は、なんだろうな、なんかやっぱしが怖くなかったっていうのが一番、あれだったかななんか、えーそう、一番常識人として描かれるんですよ。秀吉の役だから、まあそれはしょうがないんだけど、農民出身で。えー、かそこが一番ちょっと、うん、あれだった。だけど、もうあの、 稼量の織田信長がもうちょっともう凄す,すぎたね。だからあれだけでその1億点なんですよ。うん、ライムスター一歌丸風に言うならば。らあれを見せてくれただけでもう全然そのえねあの払った料金のものは見させてもらったとは思うんだけどなんかたけし映画っていう意味ではなんか僕は首をじゃあそのシリーズ化してほしいかというと別に。 むしろアウトレイジの4作目を作ってほしい。えー、あ、そうですか。<laughs> <laughs> なんか、達夫さん、達夫さんは、確か、か、うんうん、もう、なんかまあ、彼らもう身,身内っていうかね、もう、うん、それこそ信者だから、うん、あの、もう、偏った見方しかできてないんだけれども、うんうん、こう生きてまた新しい表現をしようとしているときに、<ー>なんか、続々したみたいな話していましたよね。いや、でも、わかる気もするね。 伊集院さんはさ、結構ね、やっぱり奥歯にものの詰まったような表現になってたじゃん。結構分かれると思うんだよね。でね、えっとねダース・レーダーさんと、えっと、寺澤ホックさんが、たけし映画を語るっていう長時間の対談やってて、ねそれもなんか聞いたのね、年末に。やっぱ二人とも首面白いっていうスタンスなんだよね。うううんんん で、彼らも、彼らっていうかまあ、ダースさんがさ、そもそもオフィス来たのにいた人だし、うん。で、あの人なんか、たけ <coughs> しの幻の新作なんかねでラップやるっていう話があったんだってね。なんだっけ、12人の行かれるヤクザか。うん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 。なんかそういうのとかも聞くと、ちょっと。でもあれ聞いたのうん。なんかあれ聞いて、もう、 本当にたけし映画を全部また見返したいなと思うんだけどたけし映画って、ね、まあ見る方法がないからあれなんとかしてほしいよねうんいや私もだから<あ>私ね見たことないんですよたけし映画ってああそっかうんだからアウトレイジも見たことない見たことないんですよツリもん。ん見たことないんですよああそうなんだだからまあ見なきゃいけない 2>, <laughs> 2月 2>、うん 2>, 2月に向けてまずキズリターン見とかなきゃいけない,い。ああ、そうだね。キづリターンはね、<laughs> オードリー、リトルトゥース映画でもあるからね。そうそう,そうそうそう。うんうん、いやだから、それもあるし、なんか、なんかで、ね、私その映画同好会でやっとそういうバイオレンスの映画も見,える見れるようになってきたので、やっぱりここへ来てやっぱり北たの、たけし見ないとなって思ってるんです。やっと見えるかなと思ってて。うううんうん、うん,うん、うん あのー、あ,れあれを見れたんですよ、あの薬ザ映画。えっと、シュん君も勧めてた、コロの地。ああはい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 。コロの地は私もめちゃめちゃ面白かったんですよ。あの、あの役所工事の,の。そう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 ,そう。え、あれいいでしょういや、めちゃめちゃいいですね。あれはいいでしょう。うん、ああ、かっけえと思うし、なんていうか、あの、2の、 敵もやばいですけどね。あの、そうだね、鈴木亮平 <laughs> そうそう。鈴木亮平すごいなと思ったけど。うん、あ、でもなんか、見れるようになったんだなと、はいはい、私、ぶ、私がね。はいはいはい。まあ、僕はもうね、ワンわんが圧倒してる感じなんだよね。なんか、ツつ、私が、ね、鈴木亮平すごいけど。やっぱ、なんか役職王子の映画って感じがしてて。あの、松坂桃李も本当にすごいんだよ。 本当にすごいんだけど、あの、なんか、そうだね。あ、でも、で終わってもよかかっったのかなっていう、うん、でもその2もね、結局役所工事に憧れ続ける。そうだね。うん、役所工事の影を追い続ける松坂桃李の物語だから。うん、そうだね。うん、だから、うん、続編の作り方としては私は、だから、はい,はいはいはい。だから、バイオレンスを強化してね、鈴木亮平の狂気、<laughs> 演じたとしても、うんうん、結局テーマは同じっていうかねそうだねうんうん、なんかそこでもそれをどうやってこうまあ転落転落としてこうつい、うん、いくのかみたいなところが二重、はい、にテーマになっててはいはいはい、うん、面白いなーと思ってあの見ました、ねまあ、エンタメに振ったよね2そうそうそうですよね完全にもう最後完全懲悪でねすっきりするし <laughs> <laughs> んワンのなんだっけあの その使えねえ部下だなとかっていうふりをしながら、彼の部屋に行くと、あいつはこうした方がいいみたいなノートがあるんだよね。あそこ泣くよね。あそこたまんないです。でも、3があるとしたらその前の話かな。えっと、ああ、あるかもね。そういう話もあるかも。ね、なんか原作があるでしょ、あれ。ああ、そうなんだ。原作をね、 なんか一巻の途中まで読んで鬱になっちゃったんだよね、一昨年か3年前ぐらいに、うんうん。だけど、原作があるでしょ、あれ。うんういやー、<laughs> その前の話、まあ、役所耕治が若い役はちょっと無理だから、あ<ー>無理かもしれないけど。ははいはい、はい、それで言うと <laughs> あの、役だと家族もすごいよかった。えー、あれは結構見る価値ありだと僕は思うんだけど。 そうか。えっと、前にね、あの、うん、役所工事の薬剤が、薬剤が、あの、素晴らしき世界。ああ、そうそうそう。うん、うん。それも進めてましたよね。はい、そうです。だから、薬剤と家族は、あの、テーマはもう完全に素晴らしい世界と全く同じ。その、二千十三年の暴,暴力団、ね、あの、対策、なんだっけ、暴対法暴対法施行以降に、 あのい,いかにその、いわゆるその元反社とか反社と付き合った人が人権を剥奪されるという、僕は憲法違反だと思うんだけど、その中でなあの、うん、人々がどう言っていったかっていう話で、うん、なんかヤクザと家族は本当に面白かったな、えーえー、あきついぞというか、そりゃもう、うん、そう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 ,そう。 もう、<や>綾野剛すごいし、小野<や>マチコすごい。まあ、えー、まあ、まだ出てる役者さんの演技もすごいし、なんだろう、よくできた映画でしたね。ね。そっか。やっぱり。<laughs> うん、なんか、彼なんですか、うん、その、突然あれだけど、その、マイノリティとかっていうことで言うとね、うん、シュン君 LGBT の,、うんね、あのチャンネルの中でも、 はい,は,いは,いはい。かく、コーナーを立ち上げて、これがあ自分の飯,飯だっていうことで、そういうふうに、まあ、交渉外に入,入ったのは、おそらくもうちょっと前かもしれないけれど、うん、もう一歩なんかこうねあの、道に踏み出していくんだなっていうような感じがしながら、まあ、YouTube のファンとしてはね、見てるんだけど、なんか、あれなんですか、そういう、まあ、 戦略っていうか、YouTube 以外のね、さっきのオンライン的な、YouTube の発信以外の、まあ、地域寄りっていうかね、うんうん、なんかそういう活動とかっていうのはう、ああそうなんですよ。だからもう、あの、もうそういうの始まっ,始まっててっていうか、あの、本当に、まあ、いろいろ、その、去年の秋あまあ、いろんなことがあり、そして、 そこから本当に不思議な展開があって、今、あの実はね、これは別にあれなんだけど、あのなんだろう、あの公開情報だから別にいいんだけど、あのヨ,ナヨナタンズ礼拝っていうのがあるの。いやそれはその東京新宿の某所で行われている、LD うん、LGBT 当事者と新井の人の、はい、が集う礼拝があります。ほうほうほう。うんで、えっと、牧師は、えっと、 フオンさんっていう、えっ、ー、と、当事者、ゲイの当事者の、えー、日記の牧師さんが導いてらっしゃって、<う>えっ、ーえー、と、約束の二次ミニストリーをやってる寺田るか君っていうね、えっ、ー、と、まあ、プロテスタントの、えー、トランス男性の、えっ、ー、と、割とまあ、本とかにも登場するし、えっ、ー、と、まあ、公にオープントランスでやってらっしゃる、えー、その人もつど集ったりとかしてる。 礼拝があるんで、すよ、ね、でそこは、と場所は非公開なんだよね。まあ、その、ね、怖い人が来たりしないように。で、まあ、そこに僕は、えっ、ー、と、まあ、月に1回か2回は、まあ、もう本当に、ええっと、FBI の奉仕として、ね、集うように、えー、なりました、うん。うん。で、そういう人たちと、 だから、えっと、年末に寺田ルカ君とファミレスで3時間半ぐらい話したりとか、えー、また、えっと、今月、クオンさんとも話すんだけど、まあそういう当事者の方々と話をしたりとか、またなんか、あの、まあルカ君は、えっと、僕のだ、今、カイ君とやってるような対談動画とか、多分今年中にルカ君とやると思うんです。えー、そうそうそう、そういうのとか、あの、 で、なんだろうな、なんか僕は、結構、その、まだまだ、結局、僕がそういう、その、船の秋以降、そういう風に、当事者の方と、実際、だから、その当事者の方と、明確に、あの、えー、と知り合いなり、友達になっていったっていうのは、本当にこの数ヶ月のことなのよ、不思議なことにね。うん で、そうした時に、なんか僕はまだまだ何も分かってなかったってことが分かってきて、結構、なんだろう。その僕は、なんだろう、その、その N バスみたいな、その、えっと、いわゆるその、聖書に書いてあるんだから、こういう人たちはもういないんだっていう人たちがいるわけ、男と女なんだから。っていうね。でもそれは僕はやっぱ人権侵害だと思うし、でそれはちょっと、 本人たちはそう思ってないけど、正直、うんと、ヘイトスピーチだと僕は思うし、うーん、なんだろうな、やっぱりやめていただかないといけないと思ってるの。で、そういう差別主義者だと僕は思う。本人は自覚してない。で、じゃあ、その、僕はその、外なる差別主義者というかし、信仰ゆえにその、そういう人たちの存在をなきものにするような考え方というかね。で、そういう人って、 たちと戦ってかなきゃーって思ってたんだけど、えっと、なんかその当事者と話すうちに、いやいや、これはむしろまず自分だぞと思うようになってて、うん、まだまだ自分の中に内なる差別主義者がおり、だからそれも無自覚なんだよ、無知ゆえに、無自覚ゆえに、まだまだその、えっと、何も理解してなかったっていう、愕然として。 まず自分の中に敵がいたなみたいな状態になってて、なんか、わくわくしますよ。ああ、そうですか、ね。<laughs> えー、それはすとっても、いや、なんか、ま、似た話なのかどうか分かんないんだけど、<laughs> 2023年に私が大きかったトピックに、うん、あの、私の実践のところでは、いわゆる柔道の障害当事者の人たち、うんうん、と関わる機会があるんだけど、 あの重度の身体障害がある方からね、去年ある頃に急に電話が来て、うんあ、どうしたんですか、私より年上の方なんだけど、うん、その方から電話が来て、いや、海君とか言って、なんか細い声で電話が来てね、海、うん、君、ちょっと大変な経験したから、あの話聞いてよなんて、急に電話くれた方がいたんですよ。うん、で、その方、コロナに罹患して、 入院生活したんだけど、うん、そ,のその方、24時間ヘルパーと一緒に生活してて、でもコロナってなったら、もう、なんていうか、やり取りもないままヘルパーと引き離されて、うん、入院っていう形にな,な,ならざるを得なくてで、その時がもう本当にこのまま死んでいくんだと思ったっていうようなことを言って、言ってたんですね。で、その話を、なんでか分かんないんだけど、 松,松井にしたいって思ってくれて、えー、なんか電話くれたんですよ。うん、で、それから月に1回、その方のところに行って、うん、その方の生活史みたいなことなんか聞いて、うん、<laughs> 聞いてるんですね。うん、で、この半年っていうか、1年弱ぐらい聞いてきて、なんか私、話してて変わってきたんだよねみたいなこと言って、うん、言ってるんですね。うん で聞いてる私も変わってきてるから、うん、その振り返りをし的にこう話ししませんかなんていうのね、うん、なんかそういう分析もできたらいいのかなとかって思いながら、うん、あの話して、最後したんだけど、うん、なんかその時にね、私、その方に憧れてるんだけど、うん、なんかどこかね、私、障害者であるその人に憧れてたって。 っていうことになってます、はいはい、障害がある方だったら、この方のようになれるかのような。はいはい、私は障害がないから、その方のようにはなれない。うんっていうふうになんかどこかこう思ってたってことになんか気がついて、あ、これって私の中にある差別意識なんだなって、その方に憧れればいいし、その方が どうかっていうののでいい十分なななはずなのに、うん、あなんか私はやっぱりその障害当事者であるその方みたいにふうに見てる部分ってあったんだなっていうことにねその振り返りしてる中で気がついて、うん、なんていうかまあ愕然としたっていうかね申し訳ないと思ったっていうかなそんな話もしたんだけどはい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 いやわかりますよその多分割と似てる 気がするよその、なんだろう、セクシャルマイノリティっていうのは、障害じゃないんだよ。うん、それはもう大前提なんですけど。うん、その左利きが障害でないのと同じでね。なんだけど、そのマイノリティ性っていうところでは、ある種、障害者と重なる部分は相当あるんですよで。それで言うと、多分だから、ルカ君とね、話してても、なんか、なんていうのかな、その、ルカ君がトランス、 だから話してるというのは、ちょっと嫌じゃないルカ君みたいな話をしたりとかしてだから。うん、なんでだろう、その、ね、僕も、僕がストレート男性だから話してると言われたら嫌だと俺思うのよっていう、なんか、ね、なんかその、人を要素に還元す,する。でも、えっと、でもさ、その、どっかでは、その、えっと、 こんな夜更けにバナナかよのね、あれじゃないけど、どっかでは言葉で切っていかないと、えっと、そのマイノリティの権利とかっていう戦いはできないわけで、で、戦う中でそこで切られちゃう人もいるじゃない、どうしたって、どうしたってというか、だからそこを俺はもうすごく切ってきたなーっていうか、なんかその、セクシャルマイノリティという、この僕の引いた線が誰かを寸断していてっていう。うん あこれはまだまだなんか入り口に過ぎないぞみたいな、なんか今状態です。うん、うん、うん。いや、そうですね。その、いや、だから、私も考えなきゃいけないし、あ、これからもね、なんかそういうふうにいろんな話をしていってるのかなと思いながら、うん、いや、今年振り返るとね、 私も HSP 傾向にあるから、あの誰も気にして,ないしてないのに、私だけ1人ずっと一言言っちゃったこと気にしてるみたいなことが結構あって、だからね、未来づくり大学でも、もうライブでね、みんなで話してるから、うん、あの後から考えたら、これ、配慮が足りなかったかなとか、うん、この発言、別にそんな意図はなかったんだけど、お、うん、る人によっては傷つくよなとかね、なんか思うことも結構あるんですよね。 はいはい、だけどなんかその傷つけてしまったこともなんかなんか引き受けていくことすらできないんだけれども <laughs> でも自分のやったこととしてこう前に進んでいくっていうかいやもうほんとねそのあのウォルター・ウィンクっていう人のねイエスと非暴力っていう本が僕はそのプレミアム放送で開示した。 あれはなんか読めば読むほどというか、やっぱあの今の自分の状況を本当にこう、まさに予言的に言い当ててくれてるような気がしており。でやっぱりその、がマハトマ・ガンディとかのね、言葉を紹介されてて、ね結局なんかね、えっと、ガンディが僕その、えっと、年末にイエス、えっと、ガンディ、 ダンディの真実っていう、去年出版された本を読んだ。それ、それすっごくよくて、うんで。そこにも紹介されてたけど、えっと、ダンディの言葉に、やはりその、抑圧する多,多数者と、非抑圧、抑圧を受ける少数者がいる、えっときに、一番勇気がある人だけが非暴力の抵抗という、ね、あの手段を選べると。 でその次に勇気がある人は暴力的な抵抗をするんだ。最も勇気がない人だけが抵抗しないんだ。だから、なんつうの,あの、その順番が面白くて、えっと、もしあなたが非暴力の抵抗という最量のものを選べないとしたら、その差別をね、なんかもう苦笑いしながら受け入れるっていうのは一番勇気がない。真ん中にあるのが暴力です。暴力に訴えてでもそれを変えていくってことなんだ。 だから、で、えっと、ウォルター・ウィンクはそれをそのイエスの実践と、なんていうのかなあの、重ねていくんだけども、イエスは非暴力のね、抵抗の実践者だっていう考え方のね、ウォルター・ウィンクです。で、ウィンクが最終的に、その、えっと、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの資料とかを紐解ときながら、えっと、最後に言っていくのは、最後の最後は、やっぱり自分との戦いになるんだって。 自分の中の差別者をこそ殺さなきゃいけないんだって。社会の差別をなくすには。なんか、それはなんか自分のめちゃくちゃあ、今俺の中に起きてることだって。ええー。感じになってるわ。うん。面白いや、ね、私の周りで言うと、あの、インクルーシブ教育ってね、もう,んうまあ、国連からの勧告もあるけれども、うん。うん、うん。なんか、そんな、 話がありつつでも一方で教育の世界ではずっとねあの発達保障論なのか、うん、まあいわゆる統合教育的なもの、うん、インクルーシブと言われるようなまあちょっと違うんだけどでもそっち側と大きく2つの派閥分かれてずっと議論が続いてきてて、うん、えっとまあずっともう70年代80年代ともうずっと その議論は続いている中で、まあ、その上に私たちが立ってるってことね、うん、なんか今更になって私は勉強してして,て、うん、ああ、なんかそうなんだなと,、えー、と。80年代、私が生まれる前に書かれた論文とかでも、単にこう機械均等っていうだけだと、うん、やっぱりそこには限界があって、その元のもう差別主義的な文化を、うん、 再生産することにつながっていくしかないと乗り越えたように見えて、はいはい、むしろ強化している結果にたどり着かないんだっていうことをね、もう完全に理論的にも実践的にも、あのんなんか、うん、論書していってるわけで、すねこれがもう私の生まれる前の議論なんだっていうことなんか、うん、今さら衝撃を受けてるっていうか <laughs>。 あらなんか,なだからそのマイノリティの権利とかっていうことが何だろうその僕はそのイ,イエスのなさったことってね結局その地の民と言われるその当時の,その宗教的にも政治的にも抑圧されて二重に搾取されていた人たちとイエスは連帯したっていう、まあ、ウォルター・ウィンクが論じているんだけどあとマーカス・ボーグっていうねイギリスの心理学者もそれを言ってる。 で、その、えー、なんだろうそ、それは本当にその通りだと思うんだけど、それをじゃあ、キリスト社がこの世界で実践しようとしたときに、なんか世界が、えっと、まず、えっと、ゼロサムだと思ってる人がこれだけ多いんだなっていう現実がにぶつかるんですよ。 つまり、誰かの権利が大きくなるということは、誰かが権利を諦めなきゃいけないんだと思っている人があまりにも多くてうん、うんね、その障害者、まあまあ、セクシャルマイノリティが一番いいか、だから性的少数者の権利とか優雅、ね、ストレートという大多数の人にとって生きづらい世の中になったら、もとも子もないじゃないかみたいなロ,ロジックが説得力を持つように見えるのは、それはその、 世界の中でハピネスとか、その権利とかっていうものがゼロサムだと思われてるからで、だけど、その、まあ、そのフェミニズム進学の一つの到達点の中に、女性が自由な社会は男性も自由であるに違いないっていう。結局、その女性を抑圧することで、男性は自らの中の女性性を抑圧しなきゃいけないから、男性も自由じゃないっていうね。そう考える。で、性的少数者も多分そういう考え方なんだけど、 えっと、だけどまずそれを言っていく前に自分自身を改革しないといけなくてっていうことがもう一段階なんか手前にあったなみたいなのが今僕がいるところかなって感じ。いや今の話もそうだしシニア右翼の先週の勇敢 <laughs> 陣内の話もそうんここなんだけれどもどの位相での言,うん言論していくのか その実践していくのかって結構大事だなと思っていて、うん、例えばまあ複雑性世界の複雑性を引き受けていくっていうね、うん、あの引き受けるのが難しくなってきて死に合う欲になっていくみたいな話がう、ね、<laughs> ネトウヨになってくるみたいな話があるわけですよねだ、うん、からそっちにその位相でやっぱり活動する一方をうん,うーん なんていうか、か独まあここあえて言うと、独居、うん、高齢者の老人、あの男性老人とか、なんか多いとかっていう話があるけど、うん、だけど、そういう方々と話をしていくとかね、なんか、そういう超具体的なことをしていくのと、うん、なんかい、いろんなこう階層でね、そうね話をしていかなきゃいけない。ねうん、なんか構造的な話とその ミクロの話というかね、うん、だからそのえっ、ー、とねミクロの話で言うと「えっと、ネット右翼になった父」っていう本があってねでそれが、えっと、鈴木、えー、と大介さん,介さん鈴木大介さんっていうね、うん、あの脳が壊れたっていう本を書いて、うん、その人の最新刊でいいと思うんだけど、うん、あれが結構感動的でなんかねののお父さんが死んだ後にパソコンとかねその 父のパソコンを開くと、もう本当に見るに耐えないような動画とかがね、流れてて、こんなものにね、毒された父を失望したし、そしてこんなものによく父を巻き込んだ、いわゆるそのネ,ネトウヨ界隈のビジネスのにも肉を憎んだし、みたいなえところから、えっと、 その鈴木大介さんがさらにそのお父さんが何を考えたのかっていう足跡をたどっていくと何て言うのかな結構ねこれがじゃからだからだからだからネトウヨ用になっていいんだっていう話にするつもりは鈴木大介さんもないと思うんだけどだけどなんかその彼らは彼らなりに、うん、そう何て言うのかなえっと 結局彼らがそのパヨクとかねナ生ポって言ってその生活保護の人をね差別するあとはその性的少数者を軽蔑するような言説をするっていうのは彼らの中ではそのテンプレに過ぎずなんつうのかなその流行ってることなんかその脳の中にあるものをそのまま出したに過ぎずそんなに考えて差別してるわけではなくむしろ その人たちの前に、じゃあ、性的少数者の当人が現れたら、結構親切だったりするの、その人たちって。だからなんかその、だからその差別的な行動はないんだけど、その脳内がそういう言葉に汚染されてしまってそうなってるっていう、でもじゃあ、そうならざるを得なかった、彼らのその世代の、えっと、歩んできたみ道のりというか、そのねその敗戦をねその皮膚感覚で知って、 東京オリンピックの感動を知り、64年のね、うん、知り、えー、そして80年代のジャパンアズナンバーワンを知り、そして失われた30年を知ってるっていう、それを知った時に、こういうものにすがりたくなる心情みたいなのが痛いほど伝わってきてっていう話で、うん、なんかね、ちょっと感動したんだよね。鈴木大輔さん ね、そ,そういう本書く方ですもんね。もうちょっとその社会学よりの同じテーマの本で言うともうあの決定版になる本があってそれがホックシールドの「えー、壁の向こうの住人たち」ってやつでこれはトランプ現象に接した時に「あの感情労働」という言葉を生み出した人なんだよね女性の社会学者でアメリカの。 UC バークレーかなんかな、まあまあ、すごい、いやもうお、もう、なんだろう、ファイトですよね、社会学。その人が、南部のトランプ支持者の、いわゆるそのワスプの家庭にホームステイするんですよ、あ仕掛け3か月とかな。それで,で、この人たちと実際に一緒にバーベキューして、実際に一緒にその保守的な教会に日曜日に行って、過ごすと、びっくりするがいい人なんだよ。 でいい動機に満ちてるだけど、その人たちが、夜なお夜な、そのニガーは出ていけみたいなのを書き込んでるっていう、<laughs> こ,この帰りってどっから来るんだろうな、みたいな。で、ホックシールドは、ディープストーリーの違いなんだっていうんだよね。いわゆるその、両海岸の青い州ね。民主党支持のリベラルなアメリカ人。多様性をことほぐ。それは白人でも、ね、あらゆる人種にそういう人はいる。 でそういうで、特に知識人には多いで。そういう人たちのディープストーリーと、その南部のある種、レッドネックって言われるんだけど、その伝統的な、まあ、レあのアメリカの肉体労働に従事した、ある種こ,うまあ、低この数十年貧しくなり続けた白人の、えっと、高卒学歴の人たちの。 持ってるディープストーリーっていうのが全然違うストーリーで、アメリカっていうのは今もう本当にこう2つの異なる神話を持つ国になっちゃってるって。だけどその壁をどうにか越えて対話していけねえかなみたいなところにもちろんホックシールドは落とすんだけど、なんかね結構、まあ、日本でもちょっと似たことは起きてるなっていう感じでする。う その本ね、なんか読まなきゃなと思って、図書館で借りたんだけど、途中まででもう、なんか挫折したんだ。あれは。うん、そうだね。うん。そうそう,そうお。うん先週かな、まあ、今年入ってたかもしれないけど、あの、えっとね、アメリカは内戦に向かうのかっていう本があって、でそれはだから、そのジャニュアリー6、 うん、が、まあ、あのテーマなんだけど、実はその著者が内戦の研究家なんですよ。もう80年代ぐらいからもずっと世界中の,そのルワンダの内戦だとか、うん、ソマリアの内戦だとか、ねえー、旧,旧ソ連の、ね、東欧諸国の内戦だとかっていうのを観察してん、どういう時に国は内戦に陥るのかっていうのを、うん、その結構実証的にパラメーターで検証していくんだよね。 うんで、そうすると,、えー、と、この指標が落ちるとやばいぞっていうのがあって、それでいうと、今のアメリカってもう内戦前夜と言っていいほど危険な水域に達してるって話なんだよ。えーうん、で、だからそれと、ホックシールドの壁の向こうの住人たちを読むときにそうかか、そうだね、だからこの分断っていうのをど、どう。 どうしたらいいんだろうなみたいな。あなんかまあ、だから日本も人事ではなくてさ。そうそうそう、安倍さんの事件とかを経てね。なんだろうなんか今の状況とか一番なんか実はきついことが進行中なんだろうなっていうのは間違いなかってさ。うんうん安倍派のパーティーとかもさ、結局そのえでこれはまたもう一個複雑なのが、あれって検察のリベンジなんだよね。そうそうそう。あの 丸劇見ました年末ライブでしょ。あれよかったね、うん。でも見たけど、だから、検察、行政と政治のさ、パワーバランスが、結局政治が強くなりすぎて、黒川なんだっけ結局、安倍さんの友達をね、うん、入れようとしたという、うん、お前、調子に乗んなよっていうのがずっとあって、うん、そして岸田さんとしては、やっぱ、 安倍派にペコペコすんのは嫌だっていう本音があり、そういう党内政治とかがうん、うん、合致した結果の今だとすると、でもそうするとリベンジのリベンジも絶対あるわけで、またなんかより悪質な安倍さんみたいな人が出てこないとも限らないからね、うんうん、なんか怖いことになってきたぞって感じがするね。そのさっき言ってたディープストーリーっていうのは、一つドキーワードですよね。うんうん こ、うん、れはなんか、まあ、物語みたいなふうに考えていいんですか神話とか物語とか、そういうふうなメッセージの話なんでしょうか、うんえっとね、ディープストーリーはホック・シールドの用語なんだよね。うん、で、なんていうかな、えっと、共有されている、うんまあ、神話に近いものだと思うね。国家神話みたいな、なんか我々はどういう人間なのかみたいなアイデンティティっていうか。 いや我々は天皇の赤子なのであるっていうのもディープストーリーだし<え>あの、敗戦を経て民主主義国になったのであるっていうのもディープストーリーだし、あのー、うん、えー、だから南部のストーリーっていうのは実は南北戦争にやっぱ行くので。あそこから我々はもう奪われる一方で、奪われることしかしてないじゃないかっていうのが、 いわゆるその白人、ワスプのストーリーなんですよ。でもそもそもそのリー将軍って人は、その奴隷制度をね、維持して、南部が独立したかったのから、で、それをその連邦政府である当時の共和党の林間が、ダメだよって言ったから戦争まで行って、で、負けたじゃないですか。うん、で、それが今のアメリカなんだけど、えっと、だからそのトランプを支持した人の中には、ん えっと、実は南北戦争の続きを戦ってるっていう気持ちがあるわけね。だから、ーリー将軍の、えー、っと、銅像を撤去しようとした、あの事件っていうのが、ものすごい大きな事件だったんですよ。そう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 。えっとね、南部のね、なんとかっていう町で、シャーロッツビルかな。シャーロッツビルかなんかっていう町で、我れがだからトランプが大統領になって1年,<え> 1>, 1年目か2年目か<え>いや。そう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 。で リー将軍っていうのはやっぱりその奴隷ね、やっぱブラック・ライブズ・マターとかあってさ、でやっぱりそのねその人種差別の象徴なのであるから、それはちょっとやめましょうねみたいなことに対して、いやー、リー将軍っていうのは英雄なんだという白、ね、その白人至上主義者の、ね、人たちが抗議をし、うんえー、そしてそれをトランプが、なんていうかな、それで確かね、その白人至上主義者に、ごめんね、これ事実関係間違えてた、えー に対して、それは白人至上主義というやめろというまたカウンターデモが起こって、で、カウンターデモ側がに死者が出たとかじゃでよかったじゃないか。で、その時に、えっと、トランプが双方に非があるってツイートしたんですよ。で、それがまたその対立をおってっていう話なんだけど、要はその、えっと、ワスプ、ね、南部の。 あの白人でプロテスタントで南部でアングロサクソンという、この白人国家アメリカっていうストーリー、ディープストーリーの人は、ずっとリンカーン以降、奪われっぱなしじゃねえかっていう不満があって、それがやっぱトランプ現象の正体なんだけど、じゃあ、あのブルー、ね、青い州のアメリカ人っていうのはまた違うストーリーを持ってて、でそれはやっぱりそのジェファーソンとか、ジョージ・ワシントンとか、ね、そういったその建国の父たちの理念に立ち戻るんですよね。 でそうすると、やっぱその自由の女神の、えー、足元に刻まれているように、ね、各国に居場所をなくした人たちよと、この国に来なさいと。でそういう、そのいわゆるその立憲主義ですよね。のうん、アメリカの近代憲法っていうものの理想というもの。そしてそ、そのアメリカの国事かな。あのお札に国の印鑑みたいなやつらしちゃあれって、なんかラテン語で、一から耐えっていう言葉らしいんですよ。でそれは、その多様性の中の 一致みたいな話な話んだよねだから我々はどれだけ多様化してもそれでもユナイトするんだっていう理想のアメリカがあってそれがまあ連邦政府的な考え方なんだけどその連邦政府的な考え方に対していやうるせえよっていうかそういうことだとあの何て言うかな自由がどんどん奪われていくじゃねえかっていうのが南部のレッドネックの人たちの主張でもうそれがもうなんかもう全然折り合わないっていうのが今のアメリカ。 みたいなのがまあま前島和弘さんとからねよく言って。はあはあははあ、いやいや、そっかそっか。それはね、あの、新んちむどんどんで語られる日本と沖縄の関係とか、うん、またちょっと構造は、うん、違うのかもしれないけれど、うん、なんか最近ね、私の,あのお師匠の,あの先生がね、うんあの コミュニティストーリーっていう話をずっとしてして,て<ー>あの、共同体にある物語の編集、また再編集のプロセスをなんかこう明らかにしていくみたいなのをなんか研究し,してるんですね。<ー>でもちょっと何言ってるか分かんない<ー> <laughs> 結局あって、優勝<ー>度の高すぎる話で、<ー> <laughs> なんかどういうことですかっていつも聞くんだけど。 もしかしたら近い話なのかもしれない。でもなんかテーマでも面白そうだね。うん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 。いや、そうそうそう。なんか、そのさっきのね、ミクロとマクロをどうやって交換していくのかみたいなことこそ、うん、なんか、まあ、き教育とかの、ね、はい,はい。引き受けていくところでもあるから、うん、考えなきゃいけないことですね。うん、うん。一旦停止してトイレ行っていいですか、はい、はい、もちろんです。一時停止しますね。はい。 はい、えー、っと、だから、そのコミュニティストーリーね。いやいや、この話聞いてる人、聞いてる人、楽しいのかな大丈夫か僕らが楽しければいい。いや、まあまあまあ、間違いない。ラジオの話とかだも <laughs> 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 そう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 。テンション上がってんのはそこっていうか。そうなんだよ、ラジオが。 だから、M1 どうですかちなみに。M1 は結構見てる人。そうですね。なんかまあまあ、どう見ましたうん。いや、なんかね、いや、それはね、もう、しゅんく君んが、うん、今日上げた動画かな、うん、がなんかで、ね、言ってた、その、ラーメンの競技家の話と似てるんだけど、うん、ああそのいや、私もね、ラーメンの競技家についてはね、考えてるんですよ。で、もうついていけないんですよ。 そしてもうそっち側でなんか, <coughs> なんか2,000円のラーメンとかねあ<ー>なんかありますよね、うん、なんかつけ麺だけどまずはつけないでお食べくださいみたいなやつとか何<ー>かもうそっち行けなくて、うん、もう600円の昔から通ってる町中華のラーメンが僕の100点。うんうん はい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 。なのと一緒で、1> うん、M 1もなんかこれ、ボケの数がとかね、うんなんか乱しちゃってる自分が嫌で、うんうん、なんか後半のなんかこう、スピード感がどうとかね。ねそうだ、ね、だから それがさ、やっぱそのキングオブコントと M1 の見方の一番の違いなんじゃないなんかキングオブコントってさ、結局あんま競技家とも違うじゃん、あれって。うんうんうん。そうですね。なんていうのかな、ね、その、あのー、6年生がみんなで描いた絵をどれが印象になるかみたいな話だから、それ感性によって違うよね,ね、うん、だけど、やっぱりなんとなくこれが金賞なのは納得すると。でも M1 の場合は、もう <laughs> スケートのあれみたいなもんだよね。なんか、ここで4回転決めたから、 そういう形になってる究極が真空ジェキシカだと思うんですよ、僕。その <laughs> 分野はね、マニアが潰すじゃないけど、<laughs> <ー>やっぱりそこを考えると、えー、結構お腹いっぱいで、私は。それは私が別に、なんか車に構えてるとかじゃなくて、<ー>私もその一人になっちゃっていることへの、<ー>なんか。 罪悪感っていうか、負い目っていうか、そういうことも含めて、だから私はトム・ブラウンが一番好きなんですよ。まあね、<laughs> トム・ブラウンのなんか準決勝のネタがやばかったんでしょ見た。あの、えっと、敗者復活。そう,そうそうそう、準決勝っていうか,敗,か敗者復活の、そうそう、俺まだ見てないの。やばかったんだ。もう腹ちぎれそうになった。ああ、そうなんだ。<laughs> な,ね、なんかね言てよ、なんかね、あの、えっと、なんか、な,なんかラジオだから、なんか、えーえっと、えっとね、 なん,かなんかね、居酒屋で、なんかそれ見てたら、えっとね、男性が爆笑してて、女性が一人も笑ってなかった。私もだから妻にね、あの、分かっているんだけど、<laughs> 一応見せ,見せて、あの、そしたら、<laughs> どこが面白いのっていうか、もうてうか、爆笑してる私に引いてましたけど、ね、はい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 、はいうん。でもなんかもうそれでいいんじゃない、えー 僕はこれはいだからういうん、あの、m 1は、なんか僕の見方は、なんか今回も別にね、その、もうロマン、まあ、文句なしに優勝でいいし、面白いしね。うん、でいて、その、さやかの2本目も、僕はあれは、なんかすごいネタがどうとか言うけど、なんか別に難しいこともない。ただ、なんかさやかって、なんか、あれあ、あの、山ちゃんのさ、ラジオでさ、橋本君が来てさ、m 1語る会があれ、あれがすごい僕勉強になったんだけど、 だからさやかはネタ選びうんぬんよりとんでもないことしてるらしいね。だから1本目と2本目でボ,ボケとツッコミ入れ替わってるらしいんだよね。俺言われて気づいたんだけどそんなことするコンビってありえないじゃないですか。ああそうかそうかそうかそうん、そう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 。だからネタ選びよりもそっちの方が異常なんだって常軌を逸してるで。それはそれででもさやかの哲学だしそれはなんかねもともとそうだったらしいんですよ。 あのクリームと一緒で、もともと上田さんボケだったでしょだからそのスタイルがさやかなんだっていうのが、なんかその新山くんかなの方にあって、それを見せたかったんだって、どうしても。それはいいじゃん、なんかその、なんかその、笑い飯のチンポジのネタじゃないけど、それはそのね、なんか,なんか、記録より記憶に残る漫才よっていう考え方、ありだと思すう,んうん、うん。 令和ロマンの優勝も本当そうだし、あとは僕はもう、ヤーレンズが僕は今回、収穫で、ヤーレンズが、なんだろう、あ,あすげえの出てきたなと思ってて、なんか、んああいうもう、発言の中に真実が一つも含まれてない人の <laughs> <laughs> ジャンルってあると思うんですよ。その、まあ、ね、えっ、ー、と、高田純次が元祖って、 で、それを継承するのが僕は有田さんだと思ってて。でいて、ザキヤマがいて。で、俺、その次に、えっと、あの人たちいるでしょうなん。あのー、お花をここにつける。あー、アリジェネに出てる。あー、そう。えっと、は,いはいはいはい。名前出てこない。ね キム,キムと。キムとね。あのー、人、だからあれもう,もうちょっとザキヤマっぽい感じがもうずっとしてる感じがあるでしょ、あの人。で、でも僕はなんかむしろあの人は劣化版ザキヤマで、うんね、ザキヤマの中に含まれちゃってるなと思ってたの。うん、だから継承者じゃないなと思ってただけど俺、やレれんぞ、今回の僕の人は。ちょっと 新たなのが出てきたぞと思って、さざったそれはね、あの、あっちこっち踊り見てほしいんですけどね、うん、ヤーレンズ伊集院さんのとこに出入りしてるらしいですよ。ああ、<laughs> ーがその記憶だ面。面倒見てきた一人、<laughs> 1> 今一人なんですって。で、その話もしてましたわ。なんか、あの人の K ダッシュなんだっけそう、K ダッシュで、つ伊集院さんのところに、 ああ、うん、やばいね <laughs> ちょっといんなもんなねそ,だそれはねその系譜なんだななるほどねうん、うん、だから俺今回はそれなのでなんか M1 の僕は見方は,は競技漫才ねそのフィギュアスケート化してるまあそれはもう最初から宣言してるわけだから別に欺慢でも何でもないしそれはそれでいいと思うしだけど僕はそこではそこをずっと追ってるタイプ のの見方は知ってないわけつまりその東京ポッド許可局でさ M1 <laughs> を真顔で見る人たちみたいな <laughs> あれではないけるなっってるって笑,<笑>,何笑ってんだ<笑>それではないんだけど <laughs> 僕の見方は M1 ってやっぱあれだけさその純化してさみんなが目指すとゼロ一が出るじゃないですか定期的に<ー>オードリーのズレ漫才ゼロ一でしょで南キャンのあの ツッコミに比重を置くっていうのも01でしょ。で、その、えっと、ミルクボーイの,あのシステムだけどあんだけ笑えるっていうのも僕は01だと思うし、うん、<で>ペこパ,、ね、パも01だしね。そう。で、僕は去年何で感動したかっていうと、やっぱり、あの、ね、<laughs> えっと、去年の優勝なんだっけ。<laughs> ウエストランドね。ウエストランドが、 あのもう僕は01だと思うんですよ。あれ別にシステムの発明じゃないんだけど、なんだろうな、あもうぶちかましたなっていうか、あのスタンスで、そう,そうそうそう、あの、あれもやっぱすごい01だなと思ったし、なんかそういうのが定期的に出るじゃないですか。だから、それが僕は m 1の楽しみ方でで、今回は、それで言うと僕は、ヤーレンズかな、あえて言うとっていうか。 他はもう競技がうまいですねって感じ。で、まあ、あの、令和ロアンはもうすごいよ。だからもう、すごい、もう、一等生出てきたなって感じ。まあ、このスター、スターじゃん。あんな。だから、なんか僕はもう、あのー、なんだろう。霜降り明星の時以上にスター出てきたなって感じをして、ね。ああ、はいはい、はい。ちょっとすごい人たちで。<laughs> <laughs> うん、そっかそっか。そう考えると、その、 コントと漫才の違いみたいなのは、うん、その、純化させていく過程でも、なんか違うものが生まれてきてるっていうふうになんか思つつ<ー>どうだと思うよ。う間違いなく、なんか、作り方が全然違うと思う。うんうん。あのー、この、隣人、隣人を評価してましたよね。あ、隣人を。で、あ、隣君はそこなんだなぁと、あ<ー>なんか思いつつ、あのー、 いやそのコントと漫才の違いの対比がね、さらに面白くなってきているのかもしれないですけどね。うん、さっきみたいな、その、純化させたところから生まれる01っていうことを考えると。うんうん、だし、当然、THEW や R1 な,なんかも、なんか、それを横で比較して面白がるのは、なんか、さらに M1 ウォッチャーになっていくかもしれないけどね。 だからまあな、そう構造、僕もだからもう言うほど全然見れてないからね、なんか全然なんか語るのもおこがましいんですけど、でもまあ、症例数はさ、でかいやつだけは追ってて、で、あの、でもなんか、あの、コントって文学なんですよ、多分、その男性ブランコにせよ、うん、人にせよ、ね。あの、で、だからコントも漫才も両方やる人たち、日本の社長とか、 ロングコートダディとかあの人たちの漫才はやっぱり文学性があって、うん、なんかえ僕は、うん、そうだね割とやっぱ文,文学好きだからん <laughs> ていうのかな <laughs> だから,だからなんかまあまあなんか話をが振り出しに戻るんだけどだからあのやっぱダウンタウンを誰もいつまでも超えられないっていうのは彼らがやっぱコントもできる人だからだと思ってて。 だから、うん、そのもうて天才じゃん、あの人たちはもう。確実に天才なんで、平いてコントもやるから、そのダウンタウンの漫才って文学性があるんですよね。なんか、そんなんやられちゃったらもう終わりっていうか、そんな感じが、うん、そう面白いです。<laughs> だから、トム・ブラウン、ぜひみ見てほしい。うん<ー>。毎触活のトム・ブラウン。<laughs> はい、ぜひ見ます。<laughs> なんか、七曲がりは見たよ。 あの人たちがさ上がってたらちょっとかき回したなって思うけどねうーん, 2>, なんか 2, 2本目やってたと思うよ俺な7曲がりが言ってたらうんうんうん、うん、確かにそうかもしれないなんかそのな,なんていうんだあのえっと不毛な議論で言ってた橋本さんとかが言ってたねうんそのえっと 敗者復活で言ったなんだっけあのハ、ー、ゲネタのね。そう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 。うん、この方の歌,歌ネタがどうとかね。あ<ー>表情で笑わせる敗者復活のやつがもう,<ー>も,うもうそれこそ爆発してたみたいな話う、ねうんあ。確かにそうなんだろうなとかっていうのも歯敗者復活の動画見たらそう思ったんだけど。うん、でもそうですね難しいとこですね。 そっかそっか M1 ね面白いですよね, <laughs> そうだねでもこれからどうなるのかそれこそ松本さ、うんとねで<い>もう全然わかんないじゃんあ,あいのっ、ね、てもう本当と分かんわかんないじゃん,んでもねほんとジャニーズ現状態になっ もう歴史変わるじゃないですか、ね。すね、日本のテレビの歴史が変わる。結局その余罪みたいなのが出てきたりとかしたらね、もうそれこそ、それはもうしょうがないじゃん、もうそれはさ。もうそんなのはさ、なんていうのかな、なんかやっぱりだめよ。なんか、うんそ、そういうの我慢、うん、すべ<ぐ>きじゃないし。うん。そうそう。そう思うんで。分、まあ、かんないよ。実際、その、誤報、うん、かもしれないわけだ あら分かんないけどでも、だから、そのパワーみたいなもので、それね、その、誤報じゃないんだとしたら、やっぱ、ね、その権力みたいなもので、それがひねり潰される、あれば、それはもう、まさに、あの、僕、さっき、さっき映画で、シーセットっていうね、映画その、ワンスタインっていう人の、あの、ミートゥー・ムーブメントのね、うん、あの、まあ,あの、ハリウッドの大御所プロデューサーが、もう、ずっと性的作詞をしてたっていう話なんだけど、だからもう、それ状態になっちゃうわけだから、 やっぱり全然許されないし、うん、と思うし、感じなんだよな。だけど、まあまあ、ここからもう続報を待つしかないしね、わかんないよね。うよねまあ、もう吉本としたらもう、もう、社を上げて守りに行くと思うよ。だってもうさ、なんつうのかな、なんていうコカ・コーラ社にとってのコカ・コーラだから、そうそうそう。そうそうそう。いやいやいや、なんか。 ラジオでもね、芸人さんたちは触れないですよ。触れれないでしょう。うん、まだね、うん。我々も触れれないんだから。うん <laughs> かい。相当存在でかいですよね <laughs>。太田光さんは触れてるけど。ああ、そうなんだ。<laughs> 触れてるっていうか、ね、いや、だからウエストランドはね、なんかそういうの、私も嬉しかったですね。太田さんのところの。ああ、そうだね、タイタンね。タイタンであこういうふうに出てくるんだなって。 なんかそういうのも嬉しかったんだよな。うん、<laughs> そう、太田さん好きだからな、私。ま太田田さんってさ,さ,さ、俺、多分もう近くにいたら本当に嫌いになると思うんだうど。そ <laughs> <laughs> ていうのそのもううるせえじゃん。<laughs> 有田さんとかもう露骨に嫌ってるからなだけど。 彼の生き様はやっぱかっこいいよね、なんかね。一回干されてさ、でも個人事務所実力でさ。いや、でも分かんないですよ。本当に近くにいたら、上田さんみたいに。ああ、親友になるかもしれない。上田さんと渡さんってなんで、上田さんも成人なのかね、もう。いや、面白いっすよね。すごいよね、あの関係性ね。うん 俺田田そんな見てない。なんか、うん、ちらっとなんか YouTube で上がってきたの1分ぐらい見ることはあるけどうん、うん、ちゃんと全部見たことがあるのはあの劇団一人の回を TVer でなく見たとか<ー>若ちゃんの回もなんか見たかな、うん。ううん、うんんんいやいや私もそんな感じはあるんですけど、うん、いやいや <laughs> あの2人も面白いす素敵な2人だから。うん <laughs> じゃああれあの2人ラジオやってほしいかと思うと、いや、それはクリームでやってよっていう。<laughs> いや、そうそう,そ,う <laughs> それは浮気しないでよ <laughs> <laughs> あと、最近のお笑いの面白いのあったかな。<laughs> うーん、まあ、でもやっぱりあるか。映画どうなんですかなんか、その、うんうん、映画ね。海君の、その、こちら、あみこ1位だとする二2位は何になるの、うん ああ2位ね。2位、やっぱり、あれかな。ええー、君たちはどう生きるかかな。あ<ー>で、3位が、うん、手を目をすませて。あー、よかったね。うん、あれもめっちゃよかったですね。す うーん、あとは何かなあ,、うん、あと何見たかななんだろうな映画界とかやってるもんね。そう,そうそうそう。今ね、それ,それで見る関係もあるんじゃないのそうそうそう。だけどね、つまんなかったなっていうのもあるから。あ<ー> <laughs> まあ、語ることが面白いっていうのもあるそそううそう,そう,そう,そう映画自体というよりもね。ううん、うん、そして えー、なんて言うんだろう。<laughs> 誰も見たことないやつを選ぶときも当然あって、先はその傾向が多いんだけど、だから見てみたらこれ、めちゃめちゃ面白くないなみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> やった、ね、<ー>らね。最近で言うとね、あのミスター・ブーって見たことあります、はい、香港映画の70年代かな。うん、あの いかあの、なナンセスってかコメディで、うん、あのひどい、ひどい、ひどいって。ひどいってって、ひどいね。なんでそれが選ばれたのか。<laughs> なんかそれ、えー、なんかドバッチが小さい時見てて、うんうん、なんか小さい時は爆笑したんだよなとかって言ってて、なんか、もうなんか、ん <laughs> ずっこけて、なんかドリフ的な,な、<ー> <laughs> なんか探偵が、うんこう、なんかずっこけて、こう なんか水にジャボンって落ちたりとかっていうのが <laughs> あの香港映画の感じでどんどん続いていくんだけどでもあ,あれなんですよその歌が、うん、オープニングとエンディングの曲が、うん、あのプロレタリアとの,その労働の歌なんですよお<ー> <laughs> その。俺たちは搾取されててそのすげえっていうか。 かかっていうか、うん、それがねなんかもう本編と全然関係ないんじゃないっていうような歌がもう挟まれてる、うんうん、あこれがコメディこれをコメディにするんだっていうか <laughs> <laughs> なんかその社会への批判みたいなものもなんかちょっとねやっぱりな,なしにはなってないんだなっていうか。<laughs> うん, <laughs> なんか、いや、尖ってるなーっていう感じ,感じでねみ、見たりとかね。ちょっと番外編だけど。えぇ。だから、あの、シーセット絶対いいですよ。プ<ー>ライムに入ってるなら、今無料で見れるんで、あ,でね、あれ、俺、多分な一、泣いたで言うと一番泣いたかもしれないぐらい、それはね、アンスタインの。いや、見つめたんだけど、うん。 なんか重くて、ね、この時の私の気持ちがついていかなくて、<ー>ち,ょちょっとこれはまずいぞと。今、これに熱中すると、それは面白いんだけど、ねうん、ちょっとちょっとドキドキしすぎちゃうぞって思って。だから、その C セットってさ、だからまさにその、ま、松本人志問題みたいなところもあ,あってね。わかんないよ、もちろん真実は、はい、だけど。はい でも、俺、新切だと、なんか結構ポップに見れたのは、分その女優さん二人がキュートだったからじゃないですか。うんうん、なんか、そういう、そういうので引っ,引っ張られて見ていくと、もう最後、みたいな。で、<や>最後、ちゃんとカタルシスもあるし、そうですか救済は、救済はあるというか、まあ、実話だからね、実話に基づくやつ。いや、これは。 にきついでなんか歌丸さんが言ってたけどなんかねシーセットがとにかく今,今年のアカデミー賞に黙殺されてんだって、えー、それが結構気味悪いんですよ、えー、あれはもう映画の出来としては絶対にいいからなんかの賞を取ってないとおかしい出来なんだって、えー、何にも取ってないのが気持ち悪い、えー、やっぱまだそのワンスタイン的なものがやっぱまだまだ根絶されてないんじゃないか 感じがしてしてまうそうですか。えー、あれは、あれも去年ですよねあの。映画じゃないけど、サンクチュアリもあそうだね、うん。サンクチュアリはった、ね、アリなんかそういう映像作品ランキングでいくと、うん、いやなんかもう上位あまあ、面白さはもう続けてたね。<laughs> 面白かった、うんうん。あ、そうだ、俺、カイ君。 あれだわ、俺、あの、あれやったよ、あの、Tears of the k だもん。ああ、ほん<当>やりました。<laughs> 調子悪い時に。ああ、<laughs> そうです。<laughs> や、もうやばいね、あれ。いや,いや、そうなんですよ。<laughs> あれやばいっすよね。もうやばいよ、もう。うん、あれはね、すごいんだよな、やっぱり。 いやなんかもうほんと俺も任天堂がさもうさすごいよ通り越して怖いから怖いよ通り越して今気持ち悪いにやってる <laughs> <laughs> ちょっと嫌いになりかけてるじゃん<お> <laughs> 嘘でまあ、ま、もうわかるわかるほもうもう, <laughs> もう嘘でしょっていうなんかもう本当にそうこんなの叩きだえっ、ー、っていうなんかちょっと恐ろしいっすよなんか面白すぎて そうなの、うん、ストーリーとかもそうだし、第一作にハマった人ほどハマるような仕掛け。もう完璧じゃん、あれ。もうやり口として、もうあれ以上、もうあ,あれしかないじゃん。もうマップそのままで、そね、垂直に寄りるう。そうそうそう。うん、いや、だからね、もうあれはすごい、やっぱりすごいですよね。すごいね。 うん、でその地下はちょっとラピュタの深いみたいなのうででね天空の城ラピュタはお前、なんか,だからラピュタ好きなんだろうな、みんなみたいな、なんかそんな感じ。いやそそう絶対そう,だしうあり、その自由度とかがもう、もうまたもう一桁、だから、ねその常数的に面白くなるじゃないの。だからもう、もう、無理だわ、あれを楽しみきるのは人生で。<laughs> そうそう諦めた。 もうだから老後の楽しみに、<laughs> 老後2週目を30年ぐらいやります。いや、わかる気がします。だから私もなんかちょっとっ、あそこで暮らしたい、ね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> お腹いっぱいになっちゃって、なんか、うん、<laughs> 一週で一回やめちゃってますもんね。なかったわ。ほんとにやばかった。いやすごいだから俺、そのかく君がその、はじめ君も言ってたけど、8月に、いや、超えてますよ、兄さんみたいな <laughs> あの俺鼻で笑ってたよじゃないし冗談よせよだからそんなん <laughs> あんなん超えれるわけないから冗談よせよどうせそうなのだから, <laughs> ビビだからその一つのさ敵を倒すにしても一つの宝箱に到達するにしてもその前作って10通りとかあったと思うんだけど今回さもうさ でも線とかなるんじゃないだからなんか,なか上数じゃんあれって。うんうん、組み合わせだから。クラフト要素かできたりとか、物件、うん、もさ、組み合わせれるからさ、もうさ、もうもう,もう何通りはるかを考えるのを諦めるぐらいの自由度で、でももうだから、で20時間、30時間やった時に、なんか苦労して登ったら始まりの大地だったとき、俺泣,泣いたからね、ちょっと。<laughs> あそこ、すごかった、すごいす、ねあれ。あの演出、やばいよね。あれ、やばいす、ね。ずるいよね。あれ、泣くよね。あれ、やばいんだよな。なんかね。いや、だから、あの、今、時々、私も、だから、私の YouTube のアカウントにはね、あの、うん、世界のマニアたちが、あの、クラフトでどんなものを作ってるかみたいなのが、なんか出てきたりするんだけど、なるべくそういうのを目にするややったのよ。 いいやいやそうですよね,ね、うん、なんか見,見るのも楽しないなんだけどでもなんかあ,あるあね絶対あるんだろうなと思いながらすごいなん,かなんか扇風機3つくっつけてさミニマリストの <laughs> 乗り物ああいうマニアたちの展開とかも <laughs> えっとまあ任天堂の想像を超えていく可能性があるなそ,うそうなの。だからもうあんなんさもう振り手のを超えなんかで なんだろういやこれすな起き上がりこぼしとかってさ結局なんかもうポテンシャル引き,引き出せずに1周目は終わるじゃん多分わかるわかるわかる,かる2周目ですげいことができそうだなーっていう予感がずっとしてる感じとかそうしてねあの1作目とのつながりとかもなんていうか心をねくすぐらせるような演出でいっぱいねいや <laughs> さっきねその 伏線回収が疲れたとか言ってるけど、あの,あのずっとそのゼルダでね、うん、あの a r s of the k i n g で縁の,のね、竜、うん、が2体ってる。うんうん、あれが最後、伏線回収さ,さ,れされた時のカタルシスで。うん、ああ、そっか、俺ね、ごめん、これあの衝撃なんだけど、まだクリアしてないの。<laughs> <laughs> <laughs> 俺、だから、なんかね8割ぐらいのとこで、ま、うん、たその、 3つのね、心中というか、そのゲルド残した時点でもうなんか大丈夫になっちゃって、大丈夫になったらもうやらなくなっちゃう。あ、でも全然俺それ聞いてもむしろ楽しみになるだけだからいいんだけど、そうなんだ。あれでしょ、かかりこ村のね、あれでしょ、例の。だからあれはでかい伏線だなとはずっと思ってたけど、でも、しゅんくん、そのね。 4つの真珠的なやつのうちの3つってね、うん、まだまだ先ありますよ。まだ8じゃないか。8だもいしあ。あ、マジでそれを、それをね、うん、なんで4分の3と思ってるかっていうと、あの、第1作やってるからじゃないですか。そう。うん、それを裏切ってくんですよ。<laughs> だからやばい,やばいねもう、ちびるね。<laughs> だから、うん、ちびりながらやる,やることがる。<laughs> <laughs> だから、なんか、それを超えてくるんかいみたいな。そういうことみたいな。やばいっすね、それ <laughs> うーわー、やばいな。やばいな。でも、老後の楽しみなんで。もう、<laughs> もだから。こ <laughs> <laughs> れを支えに頑張っていくわ。<や>なんか、いや,かね、いや、でも、本当にな、いや、あのねい、5つあるってとこまでは知ってるんだよ。なんかね、なんか,なんかで見ちゃって。 あ、今回5つあんだ。4つで終わりじゃないんだ。までは知ってんだけど。うん、なんか、あれなんですかね、この、まあ、伊集院さんもね、あの、一作の時に。あの、伊集院さんまだやってないよね、なんか。なんかね、なんか、一 <laughs> 日、そう、なんか、<laughs> <laughs> それで、なんか、結局、なんか、伊集院さんが今年の後半とかもやばいぐらい忙しかったじゃない 多分止まってるやあの人ね。やってたら、こんな語りじゃ済まないはずなのよ。伊集院さんね。だから、まだ、多分かかりこ村ぐらいなんじゃない伊集院さん。<laughs> そうかもしれない。<laughs> と思うよ。こんな熱量なはずがないもんだって。いや、だからね、めちゃめちゃ面白いから。いや、そう。なんかたまんなかったな。だからちが すごい好きで、なんか地下嫌いな派閥が、あね、なんかあ、そうなんですかいや。なんか地下が嫌だっていう人がいるんだって、今回。はいはいはい。もう地下がす,すごい、もうなんか、この真っ暗闇の中に自分だけっていう感じが、で、ちょっとこう、足元を徐々に照らしながら進んでいく感じとか。 とんでもね冒険をしてるなっていう、うね、ゾくゾくする。そしてそのね、やっぱりこう、地下と地上、また空の、うん、上がりみたいのが見えてくるときに、あうそうそうそう。マジかみたいないや、いいんだよな。あ、こんなによくさ、その。 6年とかで作るなんか、なね、60年あっても作れねえだろ、こんなんって思うのよ。<laughs> なんかね、あ<ー>まあ私がやってきたゲームなんて数知れてるんだけれども、<ー>その、ボス,ボスをたの倒すのが楽しいとか、うん、一面クリアでよかったとか、うん、なんかそういう楽しみじゃないんですよね、もう。はいはいはい、そうだねな。なんか不思議なんだけど、私も言葉にできないんだけど、うん、でもなんか、 不思議なんだよななんか面白いんだよな。まあ世界、一つの世界に没頭するみたいなやっぱ楽しみなんですかね。ううんあ。あれは、やっぱ僕はなんかその、もうさ、あんなんさ、その。だから僕がもし日本。 ではないなんかゲームクリエイターだとしたら、もうこんなん見せられたら、もうやめると思うわ、転職すると思う、もう <laughs> 無理、無理、無理みたいな、もう嘘もうなんか <laughs>、ね、なんか大谷翔平見て野球やめる人いると思うんだよ、なんかそんな感じ、もう,もうこんなんやられたら、もう何、ね、100人生終わっても追いつけないから、ぐらいぶっちぎってると思うんですよ、僕は、うんうん、ゼルだっていうのは。 そう,そうそうそう。もうゲームを、の、もう、なんか、音楽におけるリビートルじゃないですけど、もう完全に、もう、なんか、周回遅れのやつを抜いていく感じっていうか、ぐらいすごい感じがしていて、うんうん、で、それは、なんかね、あれって、なんか、じゃあ、n i もちろん全員優秀だし、すごいクリエイター集まってっていうのもあるけど、やっぱり、ね、京都、 の,そのなんか、うん、あれってなんか禅みたいなのが含まれてると僕は思ってて祠の中ってちょっと、ね、あの枯山水の庭園みたいな感じです。あとあのマップって京都のししね京都市と同じ大きさにしてるんだけど何かその千年の歴史のことみたいなのとかなんかああいうそのなんか京都の比喩なのかなと俺は思っていて。 うんなんかうまく言えないんだけどあと,そのあとそのクラフト要素とかもなんか日本のそういう荒い白石とかのからくり人形とか,かそういうなんかそういうのってさもう才能ではおぎえなれない何かじゃないですか文化とか伝統とかだからすごい日本の水ってああいうこと言うんだなうんいやなんかねそ,のそれこそ「進撃の巨人」じゃないけれど作者の意図を超えた神話性みたいな、うんうん 神話の要素っていうか、やっぱりその域まではありますよね、ゼルダ。いや、あるある、うんそう。俺もだから、「進撃の巨人の」の話もしようと思うんですよ。だからその「進撃の巨人」も、もうアニメーションとか、そういう漫画の世界とかで、うん、ね、欧州でもずっと人気あるし、ね、アジアなんてね、ずっとその、むしろ、で、2番戦時がね、その、オリジナルを超えることだってあるわけなんだけど、だけど、 その人たちがもうやめたくなるぐらい、もうぶっちぎったと思ってんの進撃の巨人は。うんうん、あんなもんもう、ちょっとやばいの。うんうん、あんなん金,、ね、金字塔すぎて。はいはいはい。神話じゃん、あんなうん,うん,、うん。ああいうのとかも多分、日本の日本性みたいなことで、前も話したかもしれないけど、それが、なんか、なんかそういう麻生さんの言うクールジャパンみたいなものとか、全然違うところにある、やっぱりその、 なんか日本人日本で、日本にしか、日本からしか出てこない運転というのか、メッセージというのか、なんかね、なんか僕はまあクリスチャンで言うと、その黙示録に、あの各国の国民が <laughs> それぞれの冠を携えてくるみたいなのがあるじゃない。ああいうので言うと、日本ってなんかそういうことなん,なんそして僕の中にもそれは息づいてるはずだし。 なんかあれがねどうやってこの表現にまで昇華されていくのか、うん、だって伊佐,山、うん、伊佐山はじめさんが1人でね、うん、独学でこ、うん、の域にまで達せるはずがないですよね。うん、そうだよ、うん、じゃあ編集者と何作家の関係っていうだけでは語りきれないはずですよね。うん だからやっぱり京都のそういう話とかねそうん、という歴史とかって話にな,なってくるのかもしれないんだけどなんかそれはすごい興味深いですよね。そして今回の「その進撃の巨人」でいうと明らかにその表現っていう意味でも漫画が、うん、漫画をアニメが超えていくっていう、うん、この感覚ってなんか何なんだろうと思うんですよね。 なんか、あの、新海誠のね、あれが、新海誠って国文学者で、はいはい、学者だから、国文学が専門で、大学。で、結その、短歌とか俳句っていうのはアニメーションなんだみたいなことを、町山智弘さんが有料音源でね、ですごい、腑に落ちたんだけど、その、なんだっけ、えっと、 古い飛び込む水の音っていうのってショート動画なんだよな、ね。で「かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺」これもショート動画なんですよ。5秒ぐらいの音と風景が動く動画なんですよ。でそれって快楽なんですよ。ね、でそれって日本の文学の伝統で,でそれをそのなんか新海誠の作品のすごいのって。 天気の子で言うと、町山さんが言ってたのは、なんかその冊子、その窓の冊子に雨がこうちょっとくっついて、それがボロボロって流れて、冊子がガラガラっていうっていう、その10秒とかを現実以上に現実的に写実したときに、人間の脳って気持ちいいんだっていう、それがその俳句とか短歌の中にある。 核にあるものでそれをアニメーションに落とし込んだのが新海誠でみたいな。で,でこれって多分海外のクリエイターにじゃあそれを理論を言ったからやってっつってもできないと思うんだよ。だからそれが、ね、やっぱ日本人の日本人性みたいな。だからそのうん、うん、自称愛国者の言うその日本の優越性とかっていうのとは全然違うところにあるなんかそのなんかある,あ,あると思うよ。なんか日本 ちょっと不思議な国でもあるかそうだしそ,それが、えー、なんかスピってる話に別にする,するつもりはないんだけど、うんうん、でもなんかそのなんか個人では切,り切ることのできない、うん、個人では分析しきれない、うん、なんか他者とかバーみたいなあり方 と関係してますよね、うん。いや、絶対あるね。うん、なんかそうだと思う。うん、いや、だか日本の日本製の一つって、なんか。えっと。考え方とか表現とか、なんか哲学思想、文学みたいなのを。あの。個人に還元しないっていうのはでかいと思うよ。なんか場の力みたいなことで。なん,なんだっけ、看守官制じゃないですけど、なんかあの <laughs>。の なんか立ち現れる何かを大切にするっていうかいい、多分なんかゼルダとかもそういうものとちょっとつながってるし、進撃の個人も多分つながってるしで、それって結局その個人みたいなことに最終的に還元すると、もう戦うしかないってなってくるから、パレスチナ問題であり、ウクライナ問題。だからなんか日本えー、だから太田光さんに最後に戻るかもしれないけど、<laughs> だから。<laughs> なんか日本って世界平和の鍵を握る国、EU の最初のアイディアって日本人が関わってるらしいんだよね。へえ、そうなんだ。なんか、日本民族優越論みたいなのに組みするつもりは全くないんだけど、なんか面白いな。うんなんか不思議なんだよな。うん、そしてその作者の意図を作品が超えていくみたいなのも、う なんかたまらなく面白いですよね。ねいや、面白いんだよな。あの、和田さんがね、お正月に進撃の巨人を一気見するってなんか言ってました。ああマジであ,あ、そうマジで、うん、今度の夏に行ったときに。 和田さんとさ、海君と3人で「進撃の巨人」語る動画撮らない<や> <laughs> いいですねいい聞いて。聞いてみて、うん、動画出ていいかどうかだ、うん、むし、だめかもしれないけど、いや、うん、いやいや、い,やいいよって言ったらやろうよ。うんまあ、和田さんはさ、割と今、自由な方だから、出ていいって言ってくれるかもしれないから。うん、そうだしあああの、あれだと思いますよ。その 進撃の巨人、今語りたくなってる可能性があるから。いや、あるよね。見たら語らずにいられないんで。<laughs> もしだから、海君、ちょっと聞いてみて、OK <laughs> だったらやろうよ、ほ<ー>、うんぜひぜひ。いやー、あれー、すごいからな、やっぱり。判決 <laughs> ね、秋に見、ね、見ましたよ、最後。うん <laughs> <laughs>、う、ま、ん、う、ね、ん。あんねいやー、いね <laughs> まだ時々考えてるもんな、私。 俺、2周してるんですけど、3周目をしようかどうか迷ってるぐらい。はいはい、<laughs> 私もだから2周目ですね。次の行かないと。うん、いやー、見なきゃいけないものいっぱいあって。シュん君、ハンターハンターを追いかけてるんですか僕は一応、み、いひあの、一巻から、なん,なんていうの最、最新をどことするのかちょっと覚えてないんだけど、 いわゆるなんか船に乗っていくじゃないなんかフラピカ編っていうの。そこまでは行、い、きましたよ。何年か前回。全館、教会の人から借りて。<laughs> いやだから私もね、あのー、ハンターハンターなるものをどう、うん、こういう、まあ今のね、ゼルダとか、なんていうか、まあ伊佐山さんの「進撃の巨人」もそうだけど、うん、それらに。 との関係をねどう位置づけていいのか、うん、やっぱちょっと考えなきゃいけないなと思って、はい、ハンターハンターのアニメ見直してるんですよね。ああ、そうアニメがああああるのかそうそうそう。あるんですよ。で<ー>もやっぱりまだあのまあ古いのしかまだ公開されてないのもあるんだけど、あの進撃の巨人にあったような感覚はまだないないんですよ。うん,うん。 あ,あと、映像が難しそうだね、<う>なんか、ね。いや、そうですよね。うん、うん。で、そうそうそう。そして、まあ、ゆいはとかもそうだけど、やっぱり昭和から平成の作家ですよね。うーん、うんそうね。うん。そうそうそう。そして、あれです。あ、そういえば、伊集院さんのやつに東京日頃入ってましたね。入ってたね。俺3、三巻読みました。もうあ,<ー>あれ、完結なんだよね。あ,あれで完結あれ完結だよ、多分 ええー、<あ>そうなんだ。そう、そう。あれ、分かんない。た、う、ぶん、多多分完結、うん。なんか、そうそうそう。うん。完結でいいと思う。うん。ええー。三冠で完結だと。で、うんうん、弟に三冠発しました。はい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 。あ、そっかそっか。東京日頃よかったな。いや、いいかったっすよね。すごいね。なんか。 だからあんなんとかさなんかそのやっぱもうほんと文脈依存性が高すぎてあれが全然ね海外の人に伝わるとは全く思わないけどあれをさもう体験できるのは日本語圏に生きてるからにほかならずね、そのなんか地下鉄でさピーンポンみたいなのとかをもうなんかもう脳内で再生される感じとか あ,あ,あれはあ分かるわ。ゲン、なんから、ねえ、文学っていうかなんなんあれはすごい。あれはすごいね。共案、ね、ンンオどおり。やっぱり違う。うん。どういう、多くの人に影響を与えてるとは思いつつ、なんかどんな系譜に位置づ,位置づくのかは、ちょっと私には分からないですね。ああ 僕その僕の弟から聞いたら、杉吉治って知ってる。次吉春なんかねなね俺、それは弟に聞いて知って、なんかね、ネジ式っていう漫画があるんだって。はいはい、それが、本当にすごい、その多くの、多分、松本太陽とかにも影響を与えたんじゃないかな。なんか、すごい、ちょっと不条理な漫画なんだけど、すごい、なんかもう、カルト的に支持され続けてる。ま まあ、なんか漫画家で次へガロだガロガロい<ー>、えー、で僕はねじ式は読んでないんだけどなんか日のななん,かなんとかみたいななんかそううん弟が気に入ったってやつを勧められて読んで,で、ね、僕はなんかどこまで理解できたかわかんないけどでもああいうものが松本太陽につながってったかもなっていう感じはあったから、えー、弟に今度は東京ヒーローしたんだけど、ね、えー、えー、あそうですかなんか 去年はあの、佐々木真希さんとかも、私、読,もう読んだんですよね、えー。佐々木真希さんって言われえっと佐々木、佐々木真希さんは、あのえっと、村上春樹の絵描いてる。へぇ、えー、うんさ。最初のねな、なんだっけ。風の歌を聴けとかの表紙描いてる。そうなんだ。へ、えー、人も、うん 漫画描いてて、うん、絵本も作ってるんだけど、うん、子供に読んであげたら怖いって言って書いてたら読めな,なくなった本だったんだけど、うん、ああなか分かった分かったうんうん,、うん、なんかやっぱり漫画漫画ねやっぱり面白いなあと思って 少しずつよ読んでんですよね。そうだね、なんか、まあね、世界で一番漫画リテラシーが高いですね。日本人っていうだけでね。あと、あのね、今年あのきし、去年の2023年は、うん、あの私、大阪に学会の発表があって行ったんだけど、その時太陽の塔見たんですよ。 <お>やっぱりリトル・トゥースとしても太陽の塔、岡本の塔<ー>一つの秘密なんで<ー>だけど人が大阪の街人がいっぱいいるの怖,怖くて太陽の塔以外はほとんど部屋にいてあ<ー>あの宮沢賢治をよ読んでるっていう <laughs> <laughs> 謎の旅行だったんですけどあ,あ,あのえー、っとで あの解読宮沢賢治じゃなくての真実ああそう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 ,そう、うん、めちゃめちゃ面白かったあれ面白いでしょんあれなんていうのさもちろんその、ね、LGBT とかあるんだけどでももう読み物として抜群に面白いよねいやそうそうそう<ー>いやなんかあのやっぱり新章スケッチだったっていうことうーん<の>そうそう心の中の方法なんですよね なんだっけ、ビゴツキーの内的言語じゃないけどさ、なんか、そういう怠けずりのものを出す、出せる技術が普通はないんだから、ね、そのみ、ね、宮崎駿論とかにも通じるんだけど、だから、あの人は、だから、伊能の,の持ち主なんですよね、たぶんね。うシ、うん、ャーマンなんですよね、たぶ、ね、んね、うんうんうん。いや、そう、なんかさっきの「進撃の巨人」とか「ゼルナの話ともつながると思ったけど、うん、うん。うん なんか心自分の心を見つめて LGBT 論として宮沢賢治を見るには、うん、やっぱりちょっと、あのー、それだけで見るのはもったいないような気がするんだけどだ,だ,だけど彼の、あのー、心象スケッチをうえぐり出していくような、うん、こう命を削りながら作っていくような。うんうん いや、だからあの人。え、ね、なんか。かケンタウロスみたいな、ね。<laughs> もう泣けるよね。<laughs> あ、そう。あだから。からその、最後、その銀河鉄道ってそういうことなんだ、みたいな。ね。結局、本当に愛した人とは結ばれないっていうのを隠してんだよね。それはその、妹と、 愛した人なんですよね。男性というかね。うん、あなんか、そういうのも白かったしあああだから太陽の塔も岡本太郎にとっての心象スケッチだったんだろうと考えながらね太陽の塔見ましたけどね <laughs>、うん、でもなんか宮沢賢治いやなんかね前の動画の時かな春君と話した時にあまりにもメディア 読まなきゃいけないものを見なきゃいけないものも多すぎるし、うんうん、どこかで区切らなきゃいけないし、うん、で今、私が北海道にいる、まあ、経済的な意味でも、やっぱりどこかに限界はあって、うん、図書館に行って読めない本がいっぱいある,あるんですよね。買えない、えーうん、読めない本でいっぱい出てきて、うん、いやどうしようかと思うときに、 なんかそんな話ししゅんくんにしたときに、まあ、古典古典っていうのがどうんだうなって話たなと思ってて、そういうのもあって宮沢賢治を、まあ、古典でいいと思うんだけど、まあ面白いんですよ、うん、読んでてね。うん、なんか一つの作品を繰り返し見ていくみたいなことも、うん、私のこれからのやっていくことの一つで面白いかなと思うんだけれども、うんあのー、宮沢賢治なんかは当然それに耐えう,耐えうるし、 探求しが,いがありますよよね、うんうん、そう思う思な,なんかそういう意味でも宮沢賢治をすごい楽しく読んで、はい、あの読み始めてるっていう感じですかね。だから、うん、ね、宮沢賢治って多分もし今生きてたら漫画家になってたかもしれないなとかね。うんうんうん。<あ>そうそう。だからいつか。 穴巻に行ってみたいですよね,森岡あねでその彼の人生ってもう本当にあの近くで完結してたとかもすごいよね。うん、本んにこう <laughs> 魂を掘り下げてね無いな言葉というかね。うん、すごいんだなってで。それらがほとんど別に発表するつもりで書いたものじゃないものもほとんどですよね。うん それもなんかすごいことだなと思って。なんか表現っていうものがなんか、やっぱりこう救いにつながってるっていうか、うん,うん救。救済ってことと関わるよなっていうこともなんか思いながら。うん、っていうかなんか、宮沢賢治のその真実を読んでると、心象スケッチをすることが彼にとって、うん、うん 嬉しいことだったのかもわからないじゃないですか。うん、そうだね。うん。<laughs> そ,うそうそうそう。こう生きざるをい、生きないと生きれないっていうか、うん、こう生きるしかないみたいなものだったんだよなとかっていうのもなんか思うと、ん、きに。すごい宗教的な人なんだよね、あの人ってね。すごい。だからあの、雨にも負けずね、人って。 モデルとなった人でクリスチャンだと言われており、お,お,おそらくその晩年の返事はその人に恋をしていたと思われってことでしょうん、うん、そうそうそう。そう,そう,そうなんか本当にこう、こうだね。すごい異能の人というか、だからヘンリーナウェイみたいなところもあるし。まあ、うん、まあ。まあうん すすごい人すごいすごい人なと思うねいやだからあの本を読んでより宮沢賢治の凄みが分かったというかいやそれはだからそれはそうなるわなっていうかなんか,なんか東北の人のなんかこう暗さみたいになんか浅く解釈してたんだけどじゃあこれはそうなるぞっていうか傷つき続けるというかね1秒1秒傷つき続けてね生きていったんだなって思ってね。 そして傷ついていること、うん、と自分の実存とかなんか一体、うん、となってるっていうか面白いんだよなあ, <laughs> あの、うん、私の宮沢賢治が好きな、うん ハマちゃんっているんだけど。ああ、僕は会ったことある、あるね。ハマ、うん、ちゃんはね。学芸員をされてるんだっけ学芸ってあのね、えっと、行政の職員なんだけど。ああ<ー>、そか。うん。うん、彼もあの調子が悪かったりとかして、いろいろ大変なんだけど。うん、でも、彼は三田宗助が大好きだから。えー、三田宗助ってなんか、なんか。うん、あの、宮沢県議論でいうと、 その存在の祭りの中、うん、祭り絵かな。うん。それがもう一,一番だと。宮沢賢治論で言うと。へえー。その、うん、宮沢賢治の真実もいいんだけども、ああ、そうなんだ。ええー。存在の祭りの中へをよん読まないと。ああ、そうなんだ。俺全然知らない、それ。あ、まなざしの地獄とかあ,そうあ、そう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 。へえー。が宮沢賢治論を書いてんだ。そう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 。 へえ、俺全然知らないそれ。あの、岩波でね、あ、ここいないや。岩波現代文庫で出てるんだけど、そうなんだ。存在の祭りの中へ。へ宮沢賢治、存在の祭りの中へっていう。うん。それが、<ー>圧倒的だって。圧倒的なんだ。へえ、まあ。彼は言うんですよね。<laughs> ああ、そうなんだ。へぇ。もう <laughs> ちょっと読んでみよう。<laughs> マジっすか。 <laughs> いや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 まあそんなこんなでね結構話しましたねなんか2時間は余裕で超えてるかなって感じなんですけどそうですねはいまあなんか録画これぐらいにしときますかまたまたちょっと次回そのこの第3弾になるのか和田さん間違えて進撃回になるか分かんないですけどちょっとはい <laughs> そんなことでまた <laughs>、また、あの、はい、やると思うんです。うん、はい。なんか、うん同じ話をしてるような気もするんだけど。もうずっと同じ。<笑><笑>それはもうな、<laughs> そういうもんだから <laughs>。<laughs> <laughs> それはもうあの、あのー、なんだっけ。あのー、 茅ヶ崎だっけ。茅ヶ崎ティーバック事件あれじゃなくて <laughs>、うん。着物だぶちばばーの話。ああ、とかね。だからそういう古典、古典っていうのがあるから。<laughs> 同じ話をするんですよ。人間は。<laughs> はいはいはい。まあそんな感じで、またあのやりますんで、視聴者の皆さん、お楽しみにしていただければと思います。じゃあ、ちょっとレコーディングはここで止めますかね。はい、それではさよならー。あー